はい、皆さん、こんばんは。まあ、かむたこんばんはで、かむたこんにちはですけどね、どうも、すいません。ちょっと遅くなりましたね、すいません。今日はね、N4 の説明をします。ですね、ただ、チェックと、ジャスフォン、ブー、ナシュミラプリエツィ、ゲネラルネアデピツィツィア、テツィロニエ、日本語能力試験ね、バエタも、そうですね、ウカボマチリアがニエツ、ちょっと、もうちょっとうちにインテレスなボジュズの、な、自由しは、の、パナラビッツァ、の、チェムクト、ウチャスワオ、ウェタメルプリアチ。そうですね。はい。まあ、そうですね。プロブネテスト、ムイプラバジーディ、バスクリシーニ、ベタバスクリシーニ、トシペアタバ、ユーリア、エタボラ、イヤドモシト、な、自由しフシェンパナラビアセータ、ね。はい。じゃどうしましょうかね。うわ、オチマナリシスモトリス、チテリチアベガが、チテリチアベガ、ノー、エタ、ナスコカパニマヨ、トシトゼスパカオミヤナイクラニパカズドリチティリチアベカイエスチ、ノカクタニサフセン、パモエモサトウエスウィットモシトウィッチ、ね、オトコニチュアピシット。まあ、そうですね、これ、パトムザピシブジェットパエタモネクトニュースピバイツ、ヨニアスマトリエスティブダ、パトムザピシパスモトリパエタモノ、デレートワトジスモイスイエスティプラバディチ、タコエプリモエフィル。ね、もうちょっと待ちましょうかね。オーシウジェ、ディシチアベクウジェ、ボリシスタノウィッツエタハラショウ、タハラショウ、さあ、ね。ああ、いやー、ちょっとね、今日、ミンスクは寒いんですよね。じゃあ、ちょっと寒いんですよね。さあ、皆さん、どうしようかな。ね、うちで皆さん、試合じゃあ、始めましょうかね。はい。タオドクタク、ナスマルク。はい、じゃあ、行きましょうか。さあ、N4 のね、言語知識。これから行きます。言語知識ね。から説明します。さあ、問題の1です。パスワードリスパーダス、そこを言うせ。うまぎ、問題1です。はい。これは、ウィブラツイプラビネチチェニエスワバのチェニエスロフのカタログナピサのイエロールフミ。ね。いきます。1番。夏休みに九州を旅行しました。3番ですね。うん、これね、旅行ですね。あ、くすたちこれ、エヌチティリですから、もう、イメナナイタムウロウニエ、ね、ブドゥラズガバリバツトゥイシのプレッパージーズナウワスイエスウフセフエヌチティリエイエスチイヤウジェの、ブドゥ、ガバリッツィ、デレチェフと、ウカボテイエス、ウジェタク、ウカボイエス、エンチティリエ。ハショ？だから、プラスティビシ、ヤニブドゥアビスニャツィ、ノン、トシ、トシトウジェナウラブニエンペアツィ、ヤニブドゥアビスニャツィ、トリカ、デレチェフと、ウジェ、モジトズダチ、エンチティリエ。おっ、いいですか？なんだろう。はい。じゃあ行きましょうか。この1番ね、この夏休みに九州を旅行しました。旅行3番ですね。旅行ってのはこれ、チャスタボワイトプライザーシーニープラビネパイと、旅行ダメですよ。チャスタってこういうプライザーシーニープラビネのクタフストリチェッツァ、イ、チェアベクタフプライズノースというイータクバスプリニマイ、それダメですね。はい。じゃあ次2番。仕事の計画を立てました。2番ですね。計画2番ですね。夏休みも全然ダメですね。はい。3番。事故ですね。4番ですね。チュベルトいいですね。事故で怪我をしました。はい、次。シュベルティ。私は漫画が大好きです。ね。漫画、ちょっとこれ、スロージニーロルフですね。こう、ドレイポンツェクトジスロージなんで、ね。そうですね。漫画ですね。皆さん漫画が好きですか？ね、私も大好きですけどね。次、日曜日に映画を見に行きました。まあ、これは大丈夫ですね。映画、オチンチャストフスルシャツ、エイチイロリフィパイタム、日曜スラッシュナマニアットフィリングですね。次、試験は優しかったです。3番ですね。これ。実験、ドルゴイスはですね、エクスペリメントですね。イスイバスインチェルスとパトンプラベリッツパジョスカクピーシュツエタトジフスリチアイツチアスタ。ね。はい、次。動物園ですね。1番ですね。動物園。まあ、ザーパルクですね。動物園。動物、ジュウォートね。エン、カゴタパーク。アンカンチャーニアね。サートパーク。タコイズナチニーノースイートパイタム。まあ、動物園ですね。1番ですね。次。山田さんに会えなくて残念でした。ね。3番ですね。カボニプラビネプラザシン、残念でした。ね。何かがにするしょ、とこういうの。わすもしなしと、おしんざびすって、あと、ラッドノバイズから、どうするかも、ラッドにかっこいいぜ、くれたおしんバージナー、ブリアやと、ね。でも、ウロスケガブラシフ、パモブタコワニエット、残念。まあ、そうしたプラザシン、残念。ブニガバリチパモエもね、なじゆし。なじゆし、おしん。はい。次。私の家から空港までバスで1時間くらいです。空港、わかりますね。これ、大丈夫ですか？大丈夫ですね。まあ、2番ですね。はい、大丈夫ですね。さあ、次。問題2です。問題2。はい、これはまあ、各ピシュツイローレフィブブラチ。ね、みんなで歌を歌うのは楽しいです。1番ですね。シアスタリーは全然ダメですね。わしてたこいかみなつにすしすぶよ。ね。
さあ、ん？あ、だ、草地、スーパープロセス、ザワイツパジョスト、どこだ？ワプロス、だたくわしもい、山田さんに会えなくて残念でした。会えなくて、あ、会う、これはストレッチャーですね。会える、えた、パテンツエンザオーク、モジナフストレッチャー、ヤマグストレッチャー、タコイザチですね。会えない、これはニマグストレッチャーですよね。そこからテフォルマズやって、会えなくて、とし、おと、いやにスモークストレッチャー、ヤマダサーナイ、ムニオオシンジャール。ね。おったこいつなチェーンなんですよ。で、これはちょっと、モジナグドブリアツエリニエティアニスだ。テフォルマのアトリツァーニやって、なくて、一生ないで、ドゥアバリアンタイス、ドゥアバリアンタイス。これね、残念です。何でもそうじゃなく、ジャーリ。ね。ペレデスプリチーナ、スタビツァ。とし、カグダプリチーナってことはなくてになります。いいですか？カグダプリチーナ、なくて。例えば、うん、家族に会えなくて寂しいです。ね。オトフカンセタケ、あのね、うん、そうですね。テフォルマがエモ、あの、テフォルマがプリチーナになってますね。テフォルマがプリチーナ。で、カグダ、うん、プラディストゥエ、タコムスーチェないでになりますね。例えば、もう文字別にプラハズイリ。傘を持たないで出かけました。やっぱ、ショーベスザンタ。ね。持たないで、ニブゼアフゾンとパショー。男のプラジースピンの時はないでですね。だから、プリチーノだけではなくてになります。ですか？うん、ちょっと難しいですよね。うん。はい。大丈夫かな？はい。じゃあ次行きましょうか。どこまで行ったっけ？アジナツイかな？アジナツイ、家の近くに病院があります。4番ですね。不正アストリアにはプシェ、ちょっとスカランダズムシの一番定員ですよね。プラダベアツですけどね。はい、次。12番。歩いて荷物を運びます。運びます。これ2番ですね。不正アストリアにはプシェ、あのね、あの1番はね、歩きますなんだけど、歩びますって、ここはニエトワプシェ。ね。不正アストリアにはプシェ、あの、カンビナンスが変ですね。スカランダ2番ですね。次。母は料理が上手です。料理3番ですね。この漢字、ね、おじんちゃスターシップカブワイトパイタムザポミスパジャサ料理、ウカボアシップカイスザポミスで次。私は魚が嫌いです。うん。ね。私は魚が大好きですけどね。3番ですね。まあ、これは大丈夫でしょう。ね。次。私の姉は来月結婚します。オートフセパホージブラウドタク。オートステレッチもチャスタプータク。テレッチこれ妹ですよね。マラシェシストラ、姉、ジスタルシュ、1番ですね。はい。漢字はもう、漢字はもう、なんだろう。二丁二松申し上げます。プロセス、プラビナイディニエット、イフショー、パイタモ、ゼシニナダ、ドーマツマシュタクナダズナチピラ、プラビニバリアンティね。はい。じゃあ次、問題3、行きましょうか。まあ、これは、レクシカですね。山田さんは大学の近くに下宿しています。これちょっと難しいんですよね。下宿しています。うなすたこいつとは、ランシュチャストスピシャーズ下宿。ね、高い、うん、たこい、申し訳ないですけど、ビジネスボール。とりあえず、下宿っていうのは、にアプシジーチェ、ノー、ダバーチ、ノーナペルナウ、ウカボタバリショイドン、タムゼラチームノーガコムナット、イタムダバーチジーチ、ストジェントン。ね、ストジェントジュウトフカジェコムナチェジュウトの学、とし、の、学、アパートメント、なんだっけ、アパート、ね、の、無名詞、空車つもうじゃん。ね、空車つたむが通る、とし、んー、メイジュル、なんだろう、クワルチーライ、アプシャイガみたいな、ちょっとね。とし、んー、プシミエジュつくじえた、の、アジネコムナトイスデカジュワシャイガイ、ザエタプラザ、とし、ニトリケザプラジワニエ、ザイドウトジプラザ、これが下宿なんですね。ランシェチャストボロのシチャス、ヤニズナイ、シュアスタワシ、イビネットマヨンゼスウェイ、イクレオシュウサシュコレのマイ先輩、タクジーディ、ね。はい、近くに下宿しています。先生、ダメですね。大学の近くに結婚しています。なんです。変ですね。はい、次。このパンはとても柔らかくて美味しいです。柔らかい。ミャッキーですね。ミャッキーね。一生、不正せんダメですね。パスブスにパトージー、低い。パニャットなニースキー、深い。グボキー。グボキフレップってなんですかね。正しい、プラビニフレップ。変、スカラナズブチって。ね。あの、パロスキーニーズはプラビニ、のプラビニフレップが、俺とのプラビニレセプトってことは一緒パニャット。はい、次。バスがもうすぐ出発しますから、出発する。あとプラブレアツですね。ドルギー、ニパトフォーズバッシュ、出席、プリスオフスワーチ紹介、パスナコーミツカウォータスケムタ、準備パトが統一ね、ちょっとダメですね。はい、次、今日は具合が悪いので休みます。まあ、具合ってのは普段のも数値で書く調子、ね、サマチュースピーですね。まあ、悪いですね。不正アストリアにはダメですね。サマチュースピーグロースネに言われちゃう、二人ね、悲しい、痛く逃げ割れやって。サマチュースピーソーネ、眠い。これもダメですね。はい、次。味噌汁が冷えてしまった。冷えるってこれアステバーチなんですね。冷える。ね。わかります？あの、パホジサバ落ちるのがいいし、冷える。そうですね、アステバーチですね。あの、冷やす、アフラジダーチになりますよね。うん、あの、これ、ちょっとナダナビシーパレアだく、そうですね。冷やす、ん？
アフアジュダチですね。うん、そうですね。はい。じゃあ次。動物をいじめてはいけません。いじめる、イゼバッツァですね。イゼバッツァ、イメナフィジーチスキーリスタバーミーニバージナ、いじめてはいけませんね。まあ、ダメですよね。イゼバッツァ、ジュボトミニーゼアタク、片付ける、ウビラーチ。ね。動物を死んではいけません。これ、肉と言うと同じです。死ぬってのは海レースですけど、動物を死ぬってのは、もう、わし、カンビナーチェがもうダメですね。てはいけません。当時、ゼモリストランナー、ニーゼア、ウミレーチ。ガクタダストランナーズ、ウチ。はい、次。そのことはよく承知しています。分かっていますっていうことです。ヤズナーユパニマーユ、これは承知するっていうね。ちょっとこれはオーシンベジベスローですね。これはもう各敬語ですよ。承知するね。次、2番ですね。次、番号は選手の背中に貼ってあります。ナスピニエノン、ノン、ナメロクタクね。ノーメル。マラフォンとかでありますよね。ナスピニエタクイースペリジドジェノーメルタクね。はい。まあ、普通やすという名前ですね。選手の線。リニア、なんだそれ。ね。明日までに全部覚えるのは無理です。二番もうしな。二番もうしな。うん。何が アフラジダスはヒヤスです。ヒヤスね。うん。はい。さあ。うん。そうね。まあなんかこれちょっともう一回言おうか。ヒヤスがアフラジダスで、冷えるはアフラジダッツァとかアスティバーツって意味なんですね。うん、一緒。アスティバーツってどれくらいそうはいえ、それはね、冷めるっていう言葉があります。当時アスティバーツですね。はい。うん。おーい。さあ。アスティジチトジスカザジ、それは、冷ますっていう言葉がありますね。冷ます。ね。はい。うん。はい。じゃあ次。うん。あ、よかった。じゃあ次は問題の4ですね。さあ、これはね、同じ意味のものをね、選んでください。25番、ね、いきます。その椅子に腰をかけてください。さあ、皆さん、腰をかけると、これ、さじっちゃった、こいつのチェニーです。ノージェイスシスブダブのオタク、ね。ね。答えは4番ですね。その椅子に座ってください。当時3枚ですね。ノーサジッチスパシャオストですね。不接するにダメですね。もうね、パビスチパシャオスト、アジェイジュ洋服をかけてください。そうですね。座って聞いてください。さじっちし、椅子をしてて、うん、スタンナ。ね、パビスチ、シャープ、帽子をかけてください。全然違います。ね。はい。次。次。彼の誕生日が1月1日なのは確かですよ。だ、トーチな。トーチな。確かな。トーチにね。4番ですね。彼の誕生日は1月1日ですね。ナノウイゴトラ実は。うん。まあ、ミヤトシクトタブースな、こう思い。はい。確かってトーチなですから、1番ダメですね。かもしれません。もうちょっと別にワプシーニパットフォーズ。決して、1月1日は2福をも数値で2文字と別に1月1日としてアトリサーニーですけど、これも2パット法律って言ってるやつ。で、多分1月の文字と別に並べるな。違います。もう確かです。当地のところ、カニシのトリケチュールティーパット法律。さあ次。風邪をひかないように気をつけてください。ね。ように、デルタ防止飛ぶいいですね。さあ、風邪をひかないように気をつけてください。まあ、これを気をつけるとブッチアストロージンですね。4番ですね。風邪をひかないように注意してください。ね、ブッチアストロージンね。はーい。そうですね。あ、サミザダニエグジ。あ、これはウジェバスクリセイニエベタバスケンドバニアナザートウジェボーラテクテスティラバニエ。ね。そうなんですよ。うん。まあ、イエスイバスインチュースウェイトビシーチムニエ。ね。サプシェニエ。はい、次。私は先生に相談しました。ね、相談するっていうのは、これはサビエタバッツァって意味がありますね。サビエタバッツァとか、そうですね。一緒、アプスジダーツって意味があります。旦那も数値、これはサビエタバッツァになります。さあ、答えは2番ですね。私は先生の意見を聞きました。やっぱ数値、もうニンニン先生や。さあ、皆さん、これ、角立ち位置わかります？相談する。相談する。例えば、先生に相談する。にっていうのはね、角の、アンダスフォンネバズジースペアのパワーシムグルバカブレア、ダツニパチシパイトも、先生ユアブラチッツァ、トイシス先生もサビエタバッツァ、サビエタバッツァになりますね。だ先生と相談しましたと、スケン、サミエスネジースペア、ミエスネジースペアも、2個も数値、これはアプスジダーツになりますね。ザビシットアッチスティッツですよ、皆さん。はい、次。鈴木さんは外国人に道を尋ねられました。尋ねるスプラッシュはつの意味がありますね。スプラッシュはザダシバプロス。ね。外国人は鈴木さんに生き方を教えてくださいと言いました。ね。生き方を教えてください。ダブラッツァ。ね。教えてください。アビスニッツパシャオスタ。ね。パイトも答えは1番になります。はい。じゃあ、次行きましょう。問題の5。ですよ。あは。使い方で一番いいものね。サーモンパッタカジャーシーバリアンね。ご存知。うん。これは知っていますってことだよね。
田中さんの電話番号をご存知ですか？ V0 ナイツノーベル通報な田中さんの、これ1番が、プライベートになってね。これご存知ですか？これ尊敬語なんですね。尊敬語。皆さんは V プラ8で、まあ、みんなの日本語それってズベアテウログですけど、尊敬語っていうのはね、わしにえブラジツなんですけど、まあ、今になってくる敬語ですよ、敬語。ね、カテゴリー、敬語、オーシン、ベジーバイ、レイチの中の、もう、なカテゴリーが尊敬語なんですけど、尊敬語っていうのは、都市と、ウバジャイムイチアキゼライト、エタピサチ。これが尊敬語になります。都市と、チアキゼライト、例えば、ね、コーヒーを召し上がりますかとかね、お茶召し上がりますかとか、そういう時ですね。ね。これ、だから、ドゥルギーニパトシ、母は田中さんの電話ご存知です。まあ、プラスバユマーム、これ敬語は使いませんね。父は私の誕生日のチェンボール。私はご存知で、エタニモンシュトブチ。イースイプラシビアガバリス、謙譲語ですから。謙譲語。ナジウスブイパニマエツエチスタワー。ね。さあ、まあ、もうちょっと、ただニュースプリジュツレクチウーストロイツね。YouTube。はい、次、細かい。これは、細かいってミルキーとかね、そういう意味がありますよね。さあ、これは答え4番ですね。細かい砂が目に入って痛いですの。ミルキーとピスキーとパパーとか、うわざあたくね、ボーリーなんで、ね。この1番、この靴は私には細かいです。オブフィミオキって何ですかね。ミオキナレーザンの人とかね。本当に意味のす、タコモスミセミオキですからね。はい。さあ、次、細かい女ミオキ、ジェワシキ、イクライト、ウォスが、あれと、プラ、ジェワシキ、ミオキ、ひたすら、そして、デミア、このリンゴは細かいですが、美味しい。ミオキ、ミオキ、消えてくる。やぶわき。変ですね。次。弱い、スラブイですね。スラブイ。はい、これは4番で、私は体が弱いです。アルガニズムね。で、こうやってくん。スタビンキーね。ザロビエがね、ちょっとね。今日は気温が弱いです。気温ってのは、ダメです。チンペラドボーズとかですよね。ダメですね。値段が弱いです。スラブイ強め。バロスキー投資に言われた。用事がたくさんあって弱いです。物がゼオバやってもスラブイ。変ですね。ストランナ。はい、次。引っ越す。これはペレイーハツですね。ペレイーハツ。これ3番ですね。大阪から京都へ引っ越しました。まあ、どこがバリアンタニアって。1番、田中さんの風が私に。プラス2だ、田中さん、仲間にペリーが。肉を冷蔵庫から引っ越しました。皆さん、いずはずに行かたくなすと、ペリーの、ニズナ、ペリー、ペリーエストストローね。のいずれ、アフタル、おちん、あの、インチレスチャーメイクだね。ニホスフストレッチさ、おお、古沢先生がすごく痩せましたね。そうね。パフゼよ。のいう、なんだ一緒、パフゼいつもに行かせてさ。ね、庭の木を東から西へ引っ越しました。首都化されてゼレはペレサージュはつ、これ日本語でね、植え替えるっていうことですので、植えるってのはサージュアーツですね。植え替える、替えるミニアーツでしょ？植え替えるっていう言い方をしますけどね。そうですね。さあ、次、失礼。失礼しますと言ったことあるでしょ？これは、プラシュープラシエニエって意味ですけどね。ガグダウ、ウホーズツイリガグダザホーシュフカビニエトゥ、ゼレクトラのペア、あ、失礼します。ザホーズツね。プラシュープラシエニエ、スバシュパソレエニエトゥ。さあ、1番ですね。夕方になりましたので、もう失礼します。ウジェイドウェイシュープラエタモン、プラシュープラシニエオハジュ、タコエズナチェンですね。先生は毎日おうちに学校を失礼します。もともと失礼しますけど、失礼なってのはこれ、ニベージーブイ。おと、いや、ニベージーブイドゥスバ、ニクラシーブイドゥスバ、スワッシュパスバレにプラスチミニパシャオさ、そういう意味なんです。タコイズナチェン。だから、先生にクラスよいじゅつしびやったけど、あたくうほうじといっしこ。しゅぴやちそふたか。ダメですね。はい。店に来るお客さんはいつもすぐに失礼しよう。すらずうほうじって。ね。私が降りるとタクシーはすぐに失礼し、だから失礼しますでは、やっぱり、やさむぶるがわりいついたもにぶつかったかばやたも、タクシーは失礼しますに、もうちょっと別に、ニアドシュブルネ、絶対ないですね。はい、ここまで来ましたけど、イエスイワスバプロス。イエスイワプロス、イエスイチャツナピシツパジョーサ、トリカタキヤワスプラッシュ、ウミエスネワプロス、トリカ。ションダケシャスタブワイチと、ソルシャナニト、スプラッシュワイトブワイト。ね。はい。じゃあ次行きましょうか。これ、言語知識、読解、ボレスオジネですね、これね。さあ、布石、グラマー、ない、グラマー知識、カスク、ツイートジブル。行きましょう。1番。これは日本語で、ハサミと言います。ね、ナイポンスカムイズケ。このデっていうのはね、チャスタ、のイトシュチャスタ、イヤペリバジュタク、これは、スポンサブジースピア、タキモスポンサブンゼアチ。これはだから、オチンシロウカイパニアチェ、ナプリマナトランスパラチカコミュースパイエハチ、一生ナカオムタイズケ、ナカコムタイズケラスが悪いわせた、トーシェ、スポンサブジースピアになります。でですね、さあ次、教室をきれいに掃除したら先生に褒められた。褒める、ふわりち、褒められる、ミニャ、ふわりり。ね、これは、
страдательный звук, знаешь, страдательный звук. В таком случае исполнитель は частицей не выражается. Да, これ分かりますよね。私は先生に褒められました。ね、私はおじさんに足を踏まれました。無限なスピー、何なグーか、こういった時に、ジャジンかね、ナスピオ。ね、こういう時にね、クトエタゼアウは、実質は2になりますよ。大丈夫ですよね。ウィプラハジーナジウスプスタラツインザウォークね。はい、次。新しい駅ができて、この街は賑やかになりました。ね。なります、スタナビッツァ。これは、ブシャペルデツム、実質は2なんですよね。スタナビッツァも、賑やかな、アジブリョンネ、ね。それを、まあ、ナレーチェにしますね。にぎやかな、にぎやかにになりますね。これはまあ、一番ですね。説明のワプシーパトフォーズ。ね、次。この本は再来週の月曜日までに返さなければならない。までに、これはパスエニスロークですよね。だから、例えば、明日12時までに来てください。could be not such, えっと、パスエニスローク。これはまでにですね。まで絶対ダメですね。までっていうと、ドリーツイネスロークとか、おっしゃる、ドリーツイネ。例えば、私は、9時まで勉強しました。どじびちやおちゅうさく、こうやって、たどじちなす。よね。なんだ。おっと、this、なんだ、ザベルシーツ、ゼアーツ、なんだ、マメンタリネズですよね。返さなければならない。ね、なんだ、ベロノーツクニング。ね。再来週ってわかります。来週、ステルシュニゼダ、イーステルシュ、一緒ステルシュニゼダ、再来週になります。はい、次。明日、田中さんはパーティーに来ますか？まだ返事がありませんから、来るかどうかわかりません。ね、一緒アティベータニエット、パイタも来るかどうか。かどうか。ね、これはコースベネバプロスですね。ヤニズナイプリゾートイリニエット。この数字かどうかですね。はい。シェスタに全然にパトフォース、お元気ですかと、ハロシバプロスですけど、まあ、シェスタにソフセンの日曜。ね。はい、次。さっき、寺笠を探しているけど、どこにもない。ね、さっきから、さっきた通りかしとですね。通りかしと。どうしてサフセンみたいなのに、チェアケナチョウイスカチゾントのどこにもないニグジーニエット。ニグジエね。さあ、どこにもない、そうですね。どちらでもないって、に、いっといどこにパッとポーズみたいな感じですね。どこでもない。どこでもないって、ふわふわ。グジエウゴンナニエット。んかくたすらんのパスムースワクシーにパッとポーズ4番ですね。はい、じゃあ次。7番ね。熱は下がりましたか？ウジエタク、テンプラトラ、タクパウシー、スパワー。ね。ウジ、ね。ニジスタワー。ね。ええ、もうすっかり良くなりました。すっかりサフセンポーナスって言ったポジションチェンジですね。はい。ねえ。さ、ちっともっていうのはサフセンニエットなんで、これアトリサーニじゃありませんね。はい、次、はっきりちょっかやすな。違いますね。全然良くなりました。サフセン、ウーシェスタワー。パロスキーとグオレット、まあちょっとダメですね。はい。まあだから全然だ、普通は、不完全アトリサーニだ、おじのぶち。ね。はい、次。ご飯を食べた後で映画館に行かない？うん、そうしよう。た、あとでですね。まあ、あとでポーセータボーカンなんですけど、食べるあと、たこや、たかやし、こうしんちゃそぼうやと、ペロペロね。なじゆしにくとにぶぶろ、4番ですよ。食べたあとですね。た、あとで。ね。はい。次。このコピー、字が薄いので、もう少し濃くしてください。濃いっていうのはね、ぐすといって意味ですね。is natural ね。うん。ねえ、濃い。ね、ぐすといですね。で、ここではコピー、わすぼわちゃたく、プロハビーなってプロハペチャタスに見えたバトルのジルニエなどゼアですね。リグリラバス申し上げてくるね。セラクスのアパラートでね。これは濃いですね。濃くしてください。ね。濃く、ゼアツ濃い。ね。濃くにして。おっと、高橋君、おちんちゃすぼやとペロペロ、これダメですからね。全然ダメです。はい、次。田中さん、中国料理が作れるんですね。チャンさんに教えてもらったんです。さあ、これちょっと難しいですよね。手あげる、手くれる、手もらう。皆さん大丈夫ですか？まあ、これもね、ホチツレクツユーストロイツの、デレートはウシェウミヤザピサツナクルス。そうですね。ナクルサフダウスギュダユの、マイプレパドバーチリ、ね、マイウチニキアビスニャイト、ヤトジアビスニャイト、パイトも、そうですね、それがいいですよね。さあ、この、教えてあげただと、これ、イーステップたち、クトカボウウチウ、クトカモアビスニャウが、もうサステムタクピレミーしかポージャーでぐちゃぐちゃになりますけどね。ね、教えてもらった。チャンさんに、この、ナチスティッツのダブルシャツブリマニュース、チャンさんが、ブラブルってくれたテレスですね、教えてくれたんです。で、これ、教えてあげるだと、田中さん、サムカボウとウチウ、だからもう、オーチンストラのポージャーですね。2番がいいですね。教えさせられたんです。させる、させられる。これは、バブジスナスタラツインズオープってやつですね。ミヤザスタビリウチイチ。ね、タグズウチイチ、オチンカクタスタランドパウチェやつ。はい、じゃあ、11番です。外でサッカーをしていたら急に雨が降り出した。降り出す。ね、これは、
パショードチ。ね、出すっていうのはね、ショータブニザープなショータナチナーやつだというときに使うんですね。例えば、赤ちゃんが急に泣き出した。ブニザープなのは、全ザプワーク、ふわーこれ泣き出すっていうんですね。これは、ニアジーダのブニザープなとこういうニュアンスですってね、振り。で、ここでも振り出す。ね、振り出す。まあ、格段に、これはちょっとビデオ作ろうかな。ね。まあ、すごいね。当時、なだビズやつ、ビズよく、もう2年となで、ハチュー、振り出す。これちょっと書こう。ね。はい、次。私の部屋には家族の写真がたくさん飾ってある。飾る。これは、ブイスタブリアやつとかね、ウクラシアやつとか、これ、ズナチニースって。ね。ですね、これ、不正解、飾っているはダメですね。皆さん、これ難しい話なんですけど、ペレホディニー、ペレホディニーワゴーってわかります？例えば、窓が開いています。アクノアトクリタ。窓が開いています。アクノアトクリタ。窓が開けてあります。当時アクノアトクリタ、ペレボーズさん。ね。でも、ラズニーニュアンスになります。で、ているの時は、ペレドエチム、ニペレホッドニグアゴウ。ね。というし、アクアトクリバサですよね。それ皆さん、ペレホッドニペレホッドニグアゴウわかります？自動詞、他動詞ってね、パイポン好きね。アトクリバチ、開ける。アクアトクリバサですよね。はい。そうですね。無難なもそうじゃなくて、いる。ペルデチム。ニペルホッドニグアゴをどうします？ニペルホッドニグ。ね。そして、開くですね。窓が開いています。開くのはアトクリタ。これは、ベズニュアンサ、プロスタアトクリタ、イフシオ。で、開けるアトクリバチ。ね。これは、ペルホッドニグアゴですね。開けてある。これは、アトクリタ。なんですけど、枠のアトクリタ。ね。なんですけど、ニュアンスありますよね。それは、クトタツヤオのイスパオニセニウクラズのクトタツヤオ、スカコイタツエリュー、スカカテパカコイタプリチニュー。例えば、暑いですから窓が開けてあります。おっと、ちょっと難しいかな。ね。ぜひ当時、飾る、ウィスタブリアツ、ウクラシアツ、これは、ペレホッドニグアゴー、パイタモン飾ってある。これがサスタヤニアバスカチュアツ。飾っているは、オッチンストランナパオチュアツ、パタモンシト、飾る、ウィスタブリアツでしょ。写真がイミニツインパジェシ。パイタモン、ファタグラフィア、ウクラシアツ。ファタグラフィア、ウィスタブリアエット、シュトータドルゴーエ。ニワギチだ。ね。飾っておくもダメですね。おくだったらの写真を、ダウジノブズ、を飾らせている。ザ、ザ、ザス、ん？飾らせる。ザスタブリアエット、ウクラシア、スカンダ、スカンダ。はい、次。あ、田中さん、シャツのボタンが取れそうですよ。ありがとうございます。気がつきませんでした。ヤニザミチャウ。これね。取れそうですっていうのは、これ、取る。すにまつ、取れるすにまつ、さあ、として、チパテク、ブリスウェイズ、ブーガビッツァ、ウィシット、アドニニティカイ、ウジェテク、アトワリバッツァ。これが、取れそうです。とこういうさせてやにね。わかります？何や、そうです。わかりますか？水車ってこれ。そうですってのは、すぐあごだまわざなちゃえ、ちょっとかごえた、ウジェ、プレアマペルトゥ、サブイチム、プレアマペルトゥディスティムね。例えば、ショダプライゼル、はい、シャス、はい、ペンが、こう見えるかな？落ちる。パーダチ。落ちる、落ちる。あ、落ちそう、落ちそう、落ちそう。あ、落ちそう、落ちそう、落ちそう。今、プレアマペレテツムダアピサーにやったこれ。落ちそう、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 落ちました。これが落ちそう。ね。取れそうってことはもう、落ちそう、スイッチャスアトバリってことね。はい、これが取れそうです。4番ですね。セアサリでも全然ダメです。取りそうです。ボタンが取りそうってなんだよ。プーガビッツァ、アトレバーやとしとった。だけず落ちて。ねえ。はーい。ん？ちょっと、ん？何これ？バプロス言語知識26番。ん？ムイニダッシュリパマミニュ。みな、このバプロスね、確かに多分やう。いえ、全然違いますよ。答え知ってもらっていいですよ。いやー。じゃあ次行きましょうかね。14番。すみません。そこのパソコンを使わせていただけませんか？ウィニマグリビダチムネバズモージャス。使う、使わせる。パブジチンザオークですよね。かけだ、プラスイチのダチ、ラズイシニムネ、シュトタジアワチ。だから使わせていただけませんか？そうですね。パズボリチムネパジャワチ、シュトタジアワチ。そういう時に使わせていただけませんか？はい、これは2番ですね。使わされて、これもパブジチナスタダチンザオークですね。みんなの日本語にはね、一緒、ニェット、パブジチナスタダチンネの、
ダリシャアビザセナネブーゼット。はい。使われていただき、どっちにしたんだね。スターズインスボクゼスにもうジェットブイツ。ね。はい、次。国に帰ったら何をしますか？ね、なろうしの家でパッポセイドはしとぶいずやだつぶいずってね。父の仕事を手伝うつもりです。まあ、つもりです。なめ、のをかくてなめりに、すみやぷらんいえすち。ね、やさびらしゅうたぜやつ。ペルデツムインフィニティフ、イスやたりちゃんにはないフォルマですよね。はい、これはもう手伝う。一番ですね。ドルゴーマリアとワプシーにパッポーズっていうのパグラマーつけ。さあ、次。これはパレアデクナビスティ、これちょっと難しいんですよね。行きましょうかね。はい。来週のパーティーの場所を知りたいんですが、誰に聞けばわかりますか？誰に聞けばの答えは3番ですね。誰に聞けばわかりますか？カボスプラシッチなど。ね、イスイカボスプラシッチだけどはイヤウズナーよ。ね。田中さんならわかると思いますよ。もったこいはプロスチャスタザダユーと。さあ次、17番。すみません。資料を部屋に忘れたので取りに行ってきます。ね、忘れた。ね、ヤザブーパエタモ、ヤパイドゥ、モンザブラチ。ね。わかりました。ね、やばすもん。ね。さあ、まあ大丈夫ですね。答えは3番になりますね。まあ、これはまあ、イエスイスパコイナズヤツにヤドムシにしょすらしょうには次。お腹が空きましたね。やっぱりガードアウスや。ね、プラブダ、ね。ええ、ね、やがおうね。ね、ワン当時プラブダってね。ええ、カレーでも食べに行きましょう。カレーでも食べに行きましょう。答えは2番ですね。食べに行きますね。カレーでも、このでもわかりますよね。大丈夫ですね。でも、カキプリメールって意味ですね。として、カレーを食べに行きましょうというと、チアキプリドガイ、トリカカーリー、イエス、クロメトはヤニプリドガイ。カレーでもと、なんかプリメール、ヤガオリュータク、カレーでも。もし、として、タグダサビセニク、もしとね、オニブスシニアツ、ヤブドドルゴエ、もしなスペダス、パトムスト、ノン、チアキスカザ、ナプリメール、カーリー。タグダドルゴエとし、もしね。だから、イエスイカモニムスプリドアガーチね、クダニムスパイチーフカフェで、あ、すいません、ちょっとコーヒーでも飲みませんかっていうと、まあ、コーヒーをっていうのを書き持ってトリカヤコ、や、トリカコーヒープリドアガーよ、タクズウチってね。これは皆さん、まあ、説明しなくてもいいかな 大丈夫かな。はい、次。答えは2番ですね。はい、11月に入って、だんだん寒くなってきた。パスチペンナ、寒くなってきた。ね。このテックルっていうのはね、みんなの日本語にやったやたばの、おうちんちゃさするしやつ、かこういった、パイブリアやつかこういったイブリエニエとか、アシュシエニエパイブリアそういうのはね、テックル。パセペンナタクスタノービツタクタコエズナチエニエです。はい。すいません、ナショットマチリアはちょっと、ヤウジアビスニューはエタディレツェクトウジェズダバウ、パイタモ、イシシトパトモエタザピシブズト、パイタモパトモパスマトリス、パジャオスタム、ね。バスモジャシブズト。わかりましたから、すいませんね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ねえ、知ってる？田中さんが、勤めている会社がテレビで紹介されるらしいよ。パホジュタクやスウショタクね。そうですね。勤めるとわかります？ラボータチウグジエタタクね。タコエスナシになります。はい、答えは1番になります。これちょっと頭使いますよね。時間かかるかな、これね。さあ次、問題3です。下の文章は東京についての作文です。作文サチニーニーですね。まあ学生が書いたんでしょうね。さあじゃあ言いましょうか。東京。私は去年の3月に東京の大学に留学するために日本へ来ました。ために分かりますね。どれ倒しと覚えたくうちっつぁ。ね、ブニブル先生、東京。ね。いいですか。さて、東京の大学、ぜせおちんばあじゃなくさせよみやウィズヨイエスチパイトンポーワード。ね。東京大学だとカンクレットユニベルセット、タキスキユニベルセットですけど、東京の大学だとユニベルセットかトリナホジタフ東京ですから、まあニアビザスなタキスキユニベルセットね。もう一つタキスキ、もう一つドゥゴエね。はい、次。ね。日本へ来ました。やっぱりイエハウに東京へ来てからもうすぐ1年ですね。スコラゴートね。私はベラルーシへ来てからもうすぐ20年ですね。はい。ね、東京に来たばかりの頃は驚くことが多かったです。驚くわかりますね。ウジブレアツですね。ばかり。たばかり。たかいかんびなさん。たばかり。ね。たフォルマビザさん。たばかり。通りか。かだ。やっぷりえはうってありましたね。すやすたにはわしえるね。パトロでもから。来たからの。ね。にゃにゃにゃ。たこわさちたにゃにゃ。これはもうプロサバンナラズナチェトカンスクリプシュ。たばかり。ね。例えば、私は、そうですね。去年、結婚したばかりですとかね。まあ、嘘ですよ。下手にプラムだ。いいですか。去年結婚したばかりですとかね。だからこれはね、イスイチアベクシタヤチトエタボラニダーブナタグガワレアってね。はい。さあ。次。例えば、人が多いことですね。プリメル、これはわかりますよね。例えば、ウィスイシャイタコエね。ちょっとすみません。いや、一生ラスプラシューバス、
Здесь мы разбираем ну, задание, тестирование N4, поэтому что-то посторонний вопрос, а что-то здесь у меня есть, не пишите, пожалуйста. Hi. Это отдельно где-нибудь у меня, комментарий оставьте, пожалуйста. Где-нибудь, в другом видео. Я обычно смотрю, когда я могу отвечать, я стараюсь сделать видео, поэтому, пожалуйста. Hi. 次、街には人がたくさんいますが、みんな歩くのが早くてとても忙しそうです。そうですね。そうですね。みんな歩くのが早い。ブイスタタクホーゼットね。忙しそうです。このそうですペルデツも、い、なんたくプリダガーチね。ね。すいません。これもちょっとフチラートジェ、今日はまだ言ってなかった。いや、ワスオチンプラシュー、チャッツェ、データボシトブイムニエザダバスバプロス、ドルゴイ、ジャストブワイタコイ、ナクトタザダイトバプロス、ドルゴイチェルカトゥイチャイト、イブワイチェビジュー、ショタク、ノニプラビナナピサナイリ、ショタ、パジャオスタ、アプスジニエタク、アスタフィセ、パジャオスタ、ストロノ、パジャオスタ、イエスカ。ちょっと、よくないですね、それはね。はい。いや、ワスオチンプラシュー、ね。はい、じゃあ次。次、な、じゃないよ、次じゃない。忙しそうです。たく、ブイグリジットね。ポミジたく、おいしい、いいブラチ、おいしそうです。ブイグリジットフクロスターね。たこや、たかやグラマツケオワスボラ、なんていうし。次。特に朝の電車は人がたくさん乗っていて、みんな怒ったような顔をしています。ね。の、あ、そうべんな、朝の電車はね、無能がなろうと、怒る、わかりません。ズリッツァ。ね。ような、の、ブロージヤーカブタクブイグリジットね。そうね、確かにね。不正にダボーリネリツオタクボワやったか。ね、私のふるさとは人が少なくて、前、まあ、ローズだぜ。これ、ふるさと覚えてくださいね。おちんちゃんサブスクリプションやつ。だから、の、あばしたマーライローズなんですね。はい。すいません。じゃあ、ヤビスニューシェットね。確かってのは、トーチなって意味だからね。トーチなって意味と、一緒、ドルゴイイエスティ。確かってのは、トーチなターク。ね。確かです。タントシとボラ、確かです。やだ、トーチな、エタボラ。ね。確か、オトタコインタナツィ、パウチェツ、ヤニウビーレン。の、えたになべるね。かけたい、パ、チパタク、の、やにるぐるペレボットダバーツ。なんぼと、パモエモ、田中さんの電話番号わかりますか？あ、確か、0797の、とかで、こう、おっ、たこむかんちえきせ、あばずなっちゃえっと、パモエモ、たこにうべるな、すぶらじゃえっと、の、としとたんぼだ、確かです。えた、トーチな、たこいつなちえに、スパイタモヤガブリュー、えたにならぶにえ、ふとんかんちえきせ、ふとんかんちえきせ、やっぱちょるきばよ。せよ、ざくりたつやま。はい、次。最初は、人が少なくてとても静かなところですから、ちはいめすの、おじんちはいめす、最初は少し怖かったです。なちゃらすたらしなぼら。まあ、わしゃたやさん、いずまりんかばごろだ、パイトもかぐだやっぱパオピエルブラスフト、きょうだぐだ、まあ、むにすたらしなぼら、たく、おお、たくものがりぜいたくインチレス、なたくむにすれす、のかだむにぼら。ブダイアペルバスブーフ東京やとシンポームにパモングセダシェスセミリエットパモンですね。次、でも最近、やっと慣れてきました。中にえつたんね。ですね、やっとですね。すいませんダメです。もっと、ボーリシェですね。ダメですね。ずっと、パスタやんなにのベスプレーブな、きっと、ナベルニカ、ダメです。ダメです。パスムースにパトコー次。それから東京には面白いところもあります。インチレスタイミエスタ当時イエスチ。この前、大学の日本人の友達に、東京の古いお寺へ連れて行ってもらいました。さあ、ペアスコですね。手もらいます。手もらいます。ね。友達に連れて行ってもらいました。もうこれは、クト、ゼワウドレミニア。えたふすぎた、ちしつは2です。そして、もらう、あてかぼ、パウチャーツ。パイタもちしつは2ですよね。例えば、田中さんにチョコレートをもらいました。それと同じです。あてかぼ、パウチャーツ。ウィッシュ、イリ、ってこうやったら、ウスボギー。もう全部これはちしつは2になりますから、フタロイがプライベートになる。さあ、次。まあ、誰しも、まあ、プロセスにとのパチタイム。そのお寺は高いビルの隣にありました。ね。で、アダムス、バリシュのウィソーキムズ、ダーニムテピー、ね、ブチスキファン、ね。東京は古いものと新しいものが一緒になっていて、とても面白いと思います。これ、本当そうですね。東京、ノーブイスタールイスミッションのウィズイスパイトもオーチンチレースタン。ね。これからもいろいろなところへ行ってみたいです。はい。そうね。作りたいですけどね、ビデオね。はい。なんかこれ難しいテーマなんですよ。アジ、アナイサムフスドージネフ。イスイウスタジジャッジ、スコリケウォッダモジャウスタジャッジね、手あげる、手くれる、手もらうっていうのはすごい難しいテーマなんですけど、まあ、やっちさがりゃ、ダブノザドーマオセウジェアブやった、もしとびつえたビジオストイ、ゼアスパタモシオ、オーチンチャスターシップカブワヤット、インムノガ、モノギエ、ロスケガワレシエ、
イズベガヤとやとグラマチスクカンスロクツユ、ニガバリアと。ノエタトジニハラシオパエトムパドゥマユ、パドゥマユ。ね、ありがとうございます、コメント。ね。はい、じゃあ次行きましょうか。問題4。ね。あなたは買いたいと思ったらすぐそれを買ってしまいますか？オートカグダダブイドマチュヤハチュクピチュ。スラズブイパクパエチュ。にすらずのみやぶはやった声あります。買い物をするときには、まず本当にそれを使うかどうか考えましょうか。そうね。こういうの耳が痛いって言うんですけど、どうし、の書き方、海や当時イエスタ声パイともちょっと耳が痛いで、数節ボーリーになったけど、やっぱね、はい。本当にそれをするかどうか、使うかどうか考えましょうね。カグダパクパイチ、シュトニブツ、ドゥマイチ、ジスフィッサムイブツイスポリスウォッチ。本当、ありますよね。うん。いや、の、私、の、まず、どじぶばいじゅ、だん、しとたくぴよ、の、リジットクズエット。ね、それはありますよね。うせひ、その、特に安いから、と思って買ってしまうとね、おお、上司は、出てくぱくぱいちゅてくだ、うちに同じようなものがあったり、使わないものだったりすることがありますね。ぶばやったくだ、だ、だ、ばち、とうじさまいり、させむとうじさまいり、どうま、いえすち、いり、の、させむにのうしないべし、あかずぼやつ。プラミアナピスも欲しい。ね、また、うちに置く場所があるかどうかも大切です。どうも、イエスクダパスタービチ、ね、メスタイエスイリンとオチトジョーチンバージョン。よく考えて買わないと使わないで捨ててしまうことになります。ね、ナダハラシドゥマチーパクパーチになっちゃってくね。ブイブラスイチ、ニスポレスバチー、ブイブラスイチってくね。さあ、どんな買い方が良くないと言っていますか、プローハ。ね、それは、これは3番ですよね。トマトが1個必要な時に10個買うと安くなるものを選んで買う。そうね。パミドルアジンヌージンの、おお、ジスシュトク、ジシエブレ、パイトムクピーツ、イパトムボールって言った場合、よくありますね。さあ、よくあるかな わかんないけど。さあ、フォースシェアセンダメですね。洋服の値段が安くなっているときに、考えて買う。これ、ハラッショージ、プラブダ。ね。おっと、いや、ブドア、ね、アジェッツ。考えた方が、まあ、ネットそれハラッショー。テレビを買うときに、同じものを安く売っている店を探して買うの、ネットハラッショーじゃ、プラブダタク。当時さ、前、こいつ、ウィズル、ゼタジシェブレ、オートダパイドゥ。ショッパーフォーニャツです。ね。いっぷりともゼスニーナピーさんのとこは。安い本棚を見つけたときに、ね、自称ウェイクリンシュンシカフナショーね。太ってもめ、タコもスーチェ、部屋に入る大きさかどうかよくかん、よく調べてから買う。ネットハラッショー、トシトナダゼワツ。お、ゼスパチロクンタ、よくない。これですね。クジボソはよくない。ニハラッショーですね。はい。じゃあ次に、私はほとんど病院行ったことがありませんでした。のみやにえばオペたね、やにはじゅうね、パチチにはじゅうてくパリクリニックバリニッツね。けれども、入院した友達が1年前からずっとお腹が痛かったのに病院に行かなかったのが悪かったと言っているのを聞いて、急に心配になりました。なんかこれもなんかちょっとあれだな、のかもストラーシの学とね、入院した友達ね。どうしてくとシーチャスでいじってばりにっつうと、いりに、にやびさずシーチャスね。とっくとパパをばりにっつうね。おっと、ごっなざとじなちょろせゆじごっとばりをパスタやんなのやにはじゅう。えっと、プロファム、なだぶらはじいちらんち。そうね。うん。ブルクヤーザベスポコウですよ。まあ、私もね、皆さん知ってます？私46歳ですからね、ソーラクシスでやってくれても、ちょっと、ミヤトジストラーシなんか書くと。私もお腹が痛い時があるからです。ミヤトジジボットバレて、ウミヤニボバエ。お腹痛くならないですね。はい。そして毎日、私も同じ病気かもしれないと考えていたら、またお腹が痛くなってきました。怖いね。ガジジニア、ドゥモ、もうちょっと別にウミヤタカヤジバリエズに、いや、ペアツ、ノン、アピアチューミニアタクザバリアをジボート。痛くなってきました。この手くる。これはね、クトープラハジオウルシエパフタリーチですが、オーチンチャスタフストリチャーズ。痛くなってくる。そうね。くるってのはプリブリジャッツァとかね。プリハジーチって意味でしょ。だから、痛くなってくるって、そのボーリ、あの、いい意味した声だ。ボーリタクプリブリジャッツァ。チナチナイトバリエツ、こういう感じが痛くなってくる。ね。ちょっとこれ、ロシア語でブイラジオチンスオージャンでもわかります？この、テックル、このイメージです。ボーリ、だだだだだ、プリブジェイソン。こんな感じです。ね。わかります？はい。さあ、それで昨日病院行ってみましたが、何も病気はないと言われました。よかったね。ムニエスケザリショニエットバリーズに。よかったですね。はい。答えは3番ですね。正しいものね。病気を心配しすぎて、ツイシュタンベスパコヨセイ、ジュオットザバレオ。ね。そうですね。セスレも全然違いますね。一回も病院行ったこともないと、もうおじゃありますからね。さあ、病気が治った。違います。ね。ウニブイズ、わし病気がありませんでした。ね。はい。じゃあ、これはいいでしょう。じゃあ、次。3番です。これは中田さんからのメールです。ね。
アンさんは金曜日の夕方はいつも暇です。また、魚は食べません。さあ、行きましょう。アンさんへ。連絡があります。皆さん、アプシーに、クラスの飲み会。飲み会ってのはね、VP ワースト、これね、サプラザ VP かね、その、パーティーを、来週の金曜日の夕方にやるつもりです。ん？まあ、そうですね、これパーティー。さあ、もし都合が悪かったら、私にメールで連絡してください。ね。さあ、アプシーにね、パーション、アオスタ、ね。イメール、ね。それから山川さんが食べ物を買っておいてくれるので、食べられないものがあったら教えてほしいそうです。よろしく。イエス、人にもち、イエスと人にもし、クーシャツ。ただ、サプシーチパジャオスタ。ね。教えてほしいそうです。たく、オンスカザオ。ね。山川さんスカザオタク。ね。よろしく。の、お願いします。ってことね。さあ、答えは4番ですね。山川さんに魚は食べられないことを伝える。ね。アンさん、魚が食べられません。ね。せやすたりね、たく、ね。ダメですね。これ1番選んだ人いません？中田さんにメールをして飲み会に出席すると伝える。あ、連絡するか。連絡する。これ書いてありますね。ナビさん。もし都合が悪かったら、うわさアップスタイアツイスワニパスバリアやってくださいサプシーズ。そして、イーセイナルバリアってくださいニナルサプシーズ。これとも何もし、これは嘘ですね。2番、飲み会に行けない。もう行けますよ。だってナビさんの暇。ね、行けます。食べ物を買っておいてあげる。いや、これ違います。山川さんクーピット。アンさんは買わなくてもいい。ね。はい、答えは4番になります。はい、次。紙に市民センターの部屋を利用するときの注意が書かれています。ね。これは千葉、アビアブレニーでしょうね。アビアブレニービスイート市民センター、千葉、ワストジャーでドームクリトゥルイってあるでしょ？ね。そこで、まあ、コムナトゥダイオトゥジーチデム、イスポールズワッチ。ね。くさち、イエスティ、フチェム、だからいいんですよ。質問してくださって。ね。はい。3。そうね。あ、そっか。でも、それもテーマがごめんなさい。なんか、確かってのは、まあね、カボタ、スムシャーラシュトータク申し訳ございません。ナベルナイトコスナシンス。ごめんなさい。ね、ニネアダボアタクガバリツの実質な、そうだね。申し訳ございません。まあ、わしはペラペラスギはちょっとですけど、確かブダンナもするし、これは統治だったコスナシンスだからね。まあ、ザポミツパシャオスタね。はい、じゃあ、行きましょう。アビアブリエに。市民センターの部屋を利用される皆さんへ。ね。セムクトーブスト、ね、ポリズワッツァ。ね。もしかしたら、ボイスはさ、パミシーニもね。はい。部屋の中で食べたり飲んだりしないでください。そうですね。ニーズやクーショチ、ヒーピーチ。ね。エアコンは、冷房は6月から9月。冷房ってのはアファジーニエですね。まあ、ハウドにボーズ。以上ですね。暖房は11月から3月まで使うことができます。ね。もう、アプリズヨネミエセツトリカ。ね。それ以外の月で使いたいときは、受付に行ってください。イーセドルゲオイブレミアテクドルゲミエセツイハチチチテクイスポリソフトから、アブラシャイチシナ、受付なプリオンだよね。はい、次。部屋のご利用が終わったら、椅子や机を片付けてください。ね。拡大スポリゼッツェンね、ポーセタボガクの人たちや、コムナッチェ、ウベリーチェパジャオスタ、椅子や机。ね。部屋を出るときには、ドアを開けておいてください。アスタフィチアクリーテンですね、これね。まあ、プライベートリバスとかね、いろんな意味があるんでしょうね。歌を歌ったり、ギターなどの楽器を弾いたりする場合は、音楽室をご利用ください。そうですね。ムジカルネットカビニアとイエスパイトも、たん、ゼロイチパジャオスタとコイズナシーニです。はい、答えは3番ですね。この部屋では歌を歌うことはできません。そうですね。イースティ81ページってことはどこに込むなんですよ。ね。7ページ。パイトも、これはもう3番ですね。はい。セアスタメダメですね。この部屋では、10月にエアコンを消して使っておき、消してニフコイムスーチェ、ニューニューニュー、モージナイスポールズボス、イエス受付、トダイチ、スカザーチ、ってことはモージナイスポールズボス。次、一回やるときにドアを閉めなければならない。嘘ですね。なんだ、作りたやつ食べてたピースの。ね、エアコンを使いたいときは、受付に言わなければならない。だから、これは、ESD、6月から9月、11月から3月ってことは、2などが悪い。2防ぐだ、バイタもね。はい、答えは3番です。はい、次。問題の5ですね。次の文章を読んで質問に答えてください。じゃあ、行きましょうか。はい。運動は体にいいから。ね、スポーツやテトレスロビアパレーズなんて。多分、エレベーターやバスに乗らないで歩くようにしているという人が増えています。ね。タキフルジーボルシスとのいつかキールジー、それはエレベーターやバスに乗らない。ね。ニカタツァ、ナーフトーブス、ピシコン、ハジイチ。ね。ようにしていますっていうのやスタの、ジャークスタライツ、ショダゼオチ。ね。スタライツ、イメチビドゥパスタ、ヤンナシスタライツ、例えば、そうですね。私はコーヒーをたくさん飲まないようにしています。しかも、のが2ピーツ、やすたらよしってことですね。はい。次、忙しくて運動する時間がないというのがその理由です。ね。時間がない。ブリミーニット、ザニマッツァ、スポルトンパイタム、
ハチャブタクツヨですね。はい。スポーツクラブに通わなくてもいいですし、ニナダハジーチュースポーツブネグループ、ね。ノツブトレナジョーニザオみたいなね。私のように運動があまり好きじゃない人にも簡単でいい考えだと思います。ハロシェムイスね。3、私と同じ会社のエリカさんもよく歩いていますね。そしてカレーがエリカさんの、これゼワしかですね、エリカとかね、よく歩いています。ジャストホージってね、初めは運動が好きじゃなかったけれど、スナチュアニュービューのスポルトマザニマーツ、歩くのが楽しくなって走ることも始めたそうです。ダジビガツナチョウね。はい、んなんか変なメッセージもね。エリカさんに最近公園を走っているけど気持ちいいよ。一回見てみたら、ね。そうですね、うん。と言われて日曜日にその公園行ってみたら走っている人がいっぱいでびっくりしました。これ分かりましたか？ね、エリカさんがね、ダクスカザーをね、おつやべえがよパパアルクよってプリアな気持ちいいですよ。一回見てみたら、の、マジでスパスマトリッパじゃなくて、ルージベーガよってね、日曜日に公園に行ってみたらね、走っている人がいっぱい。ね、ウジビヨセ。ね、エリカさんは一緒に走る友達もいて楽しそうでした。で、ウニを一緒の友達、イエスティスケン、ビエガチ、メステル。ね。私も走りたいんですけどね。はい。来月、エリカさんは初めてマラソン大会に出るそうです。ペルブラサナブチドチャスワチ、ね、マラフォーニア。ね。前はとても遅くしか走れなかったのに、少し早く走れるようになったから、10キロを1時間で走れるようになりたいと話していました。来週、トリカ、メデルナ、ウミアラビエガチのシチャス、ブイスタービシュートパイタも、10キロを1時間って早いよね。まあまあね。私たちのブリストルね。子供の時から運動の好きな人が大人になっても走るのだと思っていましたが、そんなことはないようです。カニシュニューってね。オトクトリュービトゼツはスポルトマザニマツアテクのブゾース、テクダスタノイツはブゾースティムスラブのビーガイト。ニューニューニュー。私だって子供の時走るの嫌いでしたけど、今走りたいですもん。すごい好きですよ。私もこれから歩くことから始めてみようと考えています。と、すなちは、ピシコムハジーツ。落ち着いてはなちなつ。パトンビーガツなんでしょうね。もうちょっとですね。はい。じゃあ答え。この人はどんな考えをいい考えだと思ったのですが、2番ですね。プラシトータ君ね。それは乗り物に乗らない。歩きましょう。これがいいって言ったんですね。まあ、フセアストレーニアも全然ニラギチな。スポーツクラブには通わない方がいいっていうニナピースの。ね。運動しなくてもいい。都市にやってネタにハロシェイジアを教えた。はい、次のページを見ると、エリカさんについて正しいものはどれですか？さあ、4番ですね。まだマラソン大会で走ったことがない。あの、一緒にベーガーね、プサルガーワーニャクね、メラピアツユテ君、マラフォーン、そうですね。だから来月ですから、来月初めて、ピラピラス、トシスパカーニエットね。3番ダメですよね。10キロを1時間で走れるようになったじゃなくて、なりたい。なりたい。ね。さあ、この文章を書いた人と一緒によく走っている、走ってないですね、無名戦にビーガーやって。子供の時から走るのが好きで、国が悪いというね、違いますね。さあ、答えは4番です。次。この文章を書いた人について正しいものはどれですか？シトプラビナ、それは公園を走るという習慣を持っていない。ウニ、ウエタバチアーカニエットタコイプリブリチキ一緒。ね。そして、オンパショーフパークパスマトレースカクリュージービーガーで、ヤトジハチュービーガーツの一緒にやった方は。ね。はい。フィアストレーニアも全然違いますね。今は特に何もしていないが運動は好きだ。違いますね。特に何もしていないというのはニプラビンだし、プラブタクをチェアウェイク、ウジェタク、スピッツタラヤツハジーチ、ボリシェル。ね。バスに乗らないで、んバスに乗らないで歩くようにしている。ああ、そうですね。だから、ああ、そうかそうか。ちょっとごめんなさいね。運動は好きだって、バッシェニが割れてペロベだ。フタロイって歩くようにしている。違いますね。歩くようにしている、ハローシェイジーや、音が悪いっていうのを、おさん一緒にゼロやってたら、ね、わかんないですよね。やってませんね。はい。次。ん？タクチタチ漢字を振ってスペルのプロセかっこいい漢字。どの漢字？まあ、プロセ正しいですよね。プラビーね。これは、まあ、イーセンチティリだから、ブイダオシニーズなっつね。そうですね。エンチティリですからね。正しいですね。次。最近公園に行って走るようになったら違います、違います。一生たく。ん？さあ、次の一緒にのベーガーやって、ね。次。この文章を書いた人はエリカさんを見て何が分かりましたか？シトトーニャを。ね。はい。2番。運動が好きじゃなかった人も楽しく走れるようになることが分かった。そうですね。だから、エリカさんは、まあ、そうですね。スナチャラ、アナニルビラ、ワシエスポルタマザニマツ、ノパトンパリビラ、ウォテタ、ジャウェクポーニョですね。その、
一番もうこれ全然違いますよ。体が丈夫になる。ね、丈夫なってのは、ストーイキーテクナスの、ストーイチブイタコエ、ね、クレプキー、クレプキーザロビエ、ツデシプライタニアピースな、トシトニアピースな、ウィブラチニワズモジナ。頑張って運動を続ければ、3番ね、運動を続ければマラソン大会に出られることが、タコバトジュニエブがね、公園で楽しく走るようにすれば、友達が見つけられることを分かって、友達見つける、ね、そのために走るの、うん、ゼスニーナピースなプライアタって、全然違います。はい、じゃあ次行きましょう。問題の6番です。これね、これ、アビエブリエニエとか、このうち、ちょっと難しいですよね。これはナダプリブクンチ。ナダプリブクンチですか。さあ、A 市立図書館。市立ってガラツコイですね。図書館のご利用についてみ、ね、を見て質問に答えてください。さあ、A 市立図書館でできることは何ですか？さあ、このアビエブレニーパスモートリムね。A 市立図書館のご利用について。ね、利用するっていうのはこれはね、スポリセボスとかそういう意味ですね。利用できる人、クトモジトゥね、人たちがビブリアツへ行け。A 市に住んでいる。そうですね。ベタモグロジー病。A 市で働いている人。トラボテット。A 市の学校に通っている人。そして、イズドルゴがゴラダテク、シュコールダテク、ゴラダ A。ね。ポジット。B 市、C 市、D 市に住んでいる人。多分、ギャダムプリダガーですよね。ギャダムイエス。ね。さあ、借りるときっかけだ。ビリオチェ、シトニブチの国ギー、ジースキー。ね。初めて借りるときは、図書館の受付で利用カードを作ってください。パモモニズノアウズ、デストジーエアビーズオテク、ナイナツヤナインビブレツイク、カッタシクナダツですね。3. 本雑誌は1人合わせて10冊まで、CD は3枚まで2週間借りられます。そうですね。ど、実質ですね。日本語の場合はね、までというか、アブシの副流シーズンなんですけどね。そして、実質の、クニックモーシナブラーチ、ジスキッツィ、ね。そうですね。さあ、合わせてと分かります、スラジッチ。そして、クニーが自分の不思議を見せたくの実質マキシム。ね、2としてクニーが実質、クニーが実質、自分の不思議を見せたくの見せ実質ですね。はい。60歳以上の人は CD を5枚まで借りられます。イースイドのスタルシシジシアのシシジシチータグダ、まあ、ドピチジスカ。まあまあ、俺はオーチンチャストムーバーやったく、デラ、ディジー・ウォーザスでね。AC 以外の人は CD は借りられません。そうですね。イズドギヒューラドフタグダ、ちょっと CD はダメですよ。とまあ、イースイドクニブルによって、私とゼワチね。DVD は借りられません。そうですね。DVD にイズヤテクブラチ、なども。返すときっかけだ、バズバシアチ。受付にお返しください。そうですね。クダベルの自宅プリオンのやつ。図書館が閉まっているときは入り口のポストにお返しください。さあ、図書館でね、稲田するちゃった声の書きパチと癒しく。ボバイチでたくなるよ、ドニョムラボータイトに、ニエクダプリハチビブリアセイクタコモスシェトダスヌチクニグタクベルノチモシタクニーね。CD は必ず受付にお返しください。CD はダメですよ。トダパチと癒しくたくスヌチニーじゃんね。はい。返さなければならない日までに本を読み終わらなかったとき、ね、ドタボーカークナダベルノーチウィニュースピリチタチクタチタチクニーグフタコモスジェシトジェバチ、ね、返さなければならない日までに受付か電話でお知らせください。そうですね。ドエタワニャね、ナダビザセナサプシツパジャオスタですね。そしてナプリオネプリプレマプリチスカザチリパツレフォーム。あと2週間借りることができます。一緒でナダビニジリプラドリスモーシナ。で、その本を予約している人がいたら、初めに返す予定だった日までしか借りられません。そうなんですよ。日本語であるんですよ。あ、日本であるんですよ。図書館で。高いシステムはイエス。たぶん、プリショウ、ビブリアツエク。ね。バーザ、ダンネヒ、イエスティア、カカデ、クニガ、オーヤハチュー、ブラツ、ノア、カーズバツ、クニグ、クトタウジェブザオ。だけど、あ、すいません。ザブラニラバツ、モージャン、ザブラニラバツ、タグダ、カクトリカ、チェアベク、ベルニオティクニグ、タグダ、オートヤマグ、ブラツ。オート、高いシステムはイエス。イエスティウジェ、クトタ、ザカスゼオ、ザブラニラバウタグダウ、ナダノプラドイワツ、ナダウィニジリ、ニバスモーシナ。これがチニーです。さあ、CD は初めに返す予定だった日までしか借りられません。トイスプラドイワツ、ニバスモーシナ。ですね。ふう、見ましょうか、V プラね。A 市立図書館でできることはどれですか？さあ、B 市に住んでいるサニさん、21歳が CD を3枚借りる。これはダメですね。ポムニセ、イスティ、イズドルゴワゴラダ、なしなやとるがっさん。ちょっとこれは良くない。どうしたんだろう、今日。なんか。はい。さあ、そうですね。まあ、だから、いずれごらだ、チェアキにもちょっとブラチジースキーやったな、ピースなどはね。さあ、次、A 市の高校に通っている川本さんが、本を5冊と CD を6冊借りる。これもダメですね。イシスタジチアジンナツァツパウチャヤツァ。とりあえずドジシチーですからね。これもダメです。
3番、A 市に住んでいる吉田さんが CD を5枚と本を4冊借りる。うん、これは OK ですね。スタルシシシシシチータグダモジナブラチジスキドピチ。ね、ディスク、ね。これは OK です。3番がプライビネ。4番も見ましょうかね。A 氏の会社で働いているヨウさんが DVD を2枚と雑誌を3冊借りる。DVD は借りることができません。ね、ナピーさんのボアップ書いてもこれもダメです。次、35番。明日は本を返さなければならない日ですが、ザフラルナダベロの作り分ね。読み終わるまであと1週間はかかりそうなので、もう少し借りたいと思っています。一生にじりやテレブツしとぶたちたちね。パイトもやちいしょぶらつどうしたらよいですか、人などじゃつね。さあ、1番ですね。今日図書館に電話をして、あと2週間借りる。電話して、まあそうですね。一生なダベロにじりやテレブツですね。はい。さあ、2番はどうですかね。今日の夜、入り口のポストに本を返して、明日図書館に電話をする。まあ、イスベルのチタグダ書くのはスタビツユシビアね。ちょっと、うん。さあ。次。あさって図書館の受付で、あと2週間借りられるようにする。そうですね。あさってだとダメですよね。ウジェプのパスを質問じゃなくて、ダメですね。これはね。はい。一生その本を予約している人に電話で相談する。学プレイマズバニス。イズミニスパジャスでやはり中秋なデビューニジルのベースビブリアスエイケンだと。これはダメです。まあ、一番が答えになりますね。さあ、皆さん、これで1時間ね。チャース・ジェ・プラシュどうですかね。まあ、クト・パサフ・シラス・ダバウス・モトリット・エタ・ピース・シトタク・チャース・ナピシス・パジャース・タね。そうですね。うん。なんか、チェクト・ニュー・チャース・フォー・ネス・モトリット・カニシャ・エタ・ハラショー・エタ・ハラショーのカニシャ・タク・スノージュ・ナタク・ベズ・マテリアルね。でも、まあ、エタ・ザキシ・パトン・ブズ・パイトン・パトン・パス・マトリス・モージュナね。はい。じゃあ、次行きましょう。これはね、青地川に行きます。青地川に。皆さん、青地川にの時は、皆さん、V ピッチあたりな自由して、このスクリプト。イセウ、まあ、ウバスダオジノブイスパイタモン、アトクロイチパジャオスタ、パスマトリーチパジャオスタね。そして、カルチンキーウォットやったスクリプト、イトイドルゴイブジムスパトリーチ、いいですか？大丈夫？はい。じゃあ、問題の1から行きましょうか。問題の1から行きます。さあ、プリメールイトジブズムスマトレス、いいですか？はい、男の人と女の人が話しています。パステヤンダボロプラウザ、ペロバプラウザチャスタラコエ。男の人は、この後、まずどこに行きますか？こういうね、まず、スナチャーはペロバウチェです。こういう、ナタキスタバナダブラシャスブニマーニェ。これは、アパースナタキ。ね、セグダ。さあ、じゃあ行きましょうか。ちょっと本屋に行ってくるね。あ、じゃあ、朝食用のパンを買ってきてくれない？朝食用っていけない、この漢字わかります？用、でりゃ、ちぼうて、でちぼうな、の、なずなちえにえですね。でりゃ、ちぼうやった。でりゃ、ザフラカ、クレープ、まあ、クピシ、ね。よく行く駅前のパン屋？駅前のパン屋、わかる？ピカルニャ、カトロイデアダムの、ボーズで、スタンチ、クダムイチャストホーズン。フフ、イスピルビスダスタシオンス。そうしな。あそこまで行かなくていいよ。みんなだと第一。ね。ネタだりっこ。ね。遠いから。ね。ABC スーパーでいいよ。どうして、まあ ABC スーパーブリスカなんでしょうね。私、スーパーマーケットです。私の。普通のトースト用のパンでいいから、デラトースト。ね。トーストわかりますね。このところね。パトムダク。ああ、トーストかもね。じゃあ、リッチ。さあ、わかった。ああ、だからコンビニでもいいよ。だって普段の文字のコンビニ、クルクラスチーマガジン、どうしてパトフォースにやびさせます。スーパーマーケットでいっち。うん。じゃあ、帰りによるよ。これだよね。帰りによる。パダローゲダモイ、ザイドゥ。ザイドゥ、コンビニですね。さあ、いいですか？ちょっとこれ、なだ、イズナチャーリナシトスカザオチアウェク。ちょっと本屋に行ってくるね。ヤパイドゥ、クニジニマガジンとスナチャーラオンパイジオ、クニジニマガジン、パダローゲダモイ、ザイジオとザフビエボン。とりあえず答えは2番になります。いや、これ、ちょっと難しいよね。フチラータクボードテクストリームのグレウチャスニカフ。ね。テスティラバニエンペアチ。バリシャーラーズに通じる資格ね、うん。はい、じゃあ1番行きましょうか。さあ、男の学生と女の学生が話しています。女の学生はまずどこに行きますか？さあ、ストジェントか、もうラズが悪いと名称したボイ。ストジェントか、クダパイジョと、まずどこに行きますか？スナチャーがクダパイジョと。こういうね、バプロセブバータキエスラは、ナダスタロシナ、アブラシャシブにマニアダフセグダ、ね、オチンアスタロシナ、行きますよ。さあ、行きましょう。もしもし、田中さん。今どこにいるの？ジェティ。ね。今駅に着いたとこ。
ついたところで、ストリカシトプリエホ、ね、ところで、スポンセッターところで、ストリカシトズゼオ、ね。さ、じゃあ、駅前のコンビニの前の道を来てくれる？さ、あー、たくだ、ペレドゥ、ね、スタンツイーシーコンビニ、ボットパイタイだろうけ、もしフィルトイッチ、ね。少し行くと郵便局があるから、チュチュイタリシーついたから、ポシタボジット。そこにいて、タンブチ、ね、郵便局、ね。迎えに行くから、いや、ザタボイプリドゥ。ドイツ、彼女は、郵便局に行きますね。3番ですね。もう、ウジュパニアだぜです。え？そうなの？このまま会場のレストランに行くつもりだったんだけど、会場ってのはこれはね、ミエスタ、プロビジニエミラプリアツ、これ会場って言うんですね。あれ？いや、サビラオスイパイチプレマブレストラン。いや、サビラオスタクつもり、わかりますね。うん。場所がちょっとわかりづらいんだよ。ちょっとスロージな、ジェータな方でスパニアツね。わかった。じゃあ、お願い。ということは、マルチクザベリオット、ね、ザニープリイゼット、ネプリジョット、これは答えは3番になります。郵便局ですね。はい、じゃあ次。2番。家で娘と父親が話しています。娘わかりますね。どっちかですね。さあ、シン、隠すか、息子ですね。俺、ザポン見せいいですか。娘が探しているのはどの服ですか。どっちかいいし、とにかく、あっちいい人。ねえ、さあ、これは娘とお父さんね。私は息子がいるんですけどね。はい。ねえ、お父さん。パパ？私の上着知らない？ティニーズナイシマイウェルフニューアジエシュですね。上着？どんなやつ？どんなものですか？ね。タコイズナチニーズ。ね。いつも着てるじゃない。もう、やぶしなシューズだけどね。白でボタンがたくさんついてるやつ。さあ、ここでね、ちょっとハローシースポーツアップがあります。さあ、皆さん。これは消去法と言いますね。消去法。消去。消去するってのは、うだれやつ。ね。うぶらつ。なんだく。消去法。これ、スポーツアップうだれにえ。ね。うだれにえ。ね。スポーツアップうだれにえ。というし、都市と二パトーストさずうだりいち。ね。おとぶだんなもすうじだ。白で。といえ、つうじゃ、てれちしろって白じゃありませんから、もうおじなうだりいち。やったらうじゃたけ、雑食のつもじな。ね。いい、あしたよつ、とりか、ペルベフタロイ、おとうじゃ、ウェブラとりか、ドゥバー、にちきり、パイトも、たきもおぶらさんたく、てすいだまにえ。ね。プライチ、うしえ。ね。さあ、でだりしてボタンがたくさんついてるやつ、まあ、ボタンがたくさんでもこれもうアフタマチスキー2番ですよね。1番はボタンがありませんからこれマイトですよね、うん、さあ薄い黄色のじゃなくて黄色わかりますね。ジョーティーツベットね。薄いってなのブレッドネータコヤのニヤルキーってこれね。ジョーティーツベットブレッドネータコヤジョーティーな。それはパジャマエータピジャマね。全然わかってないな。パパって一緒にパニマやし、あったこれだよ。ほらね、パスマトリーほらボットね。ああ、それか、ごめん、ごめん。まあまあ、たこいらずがおるね。シミエブワイト。さあ、答えは、2番になります。大丈夫ですか、ね、はい、じゃあ3番いきます。男の学生と女の学生が話しています、アピアーチ。ね。もうお互いフラズパステアになってくる。男の学生は明日何を持っていきますか？シトビルツサボイ。ね、ストジェント。ね、明日の工場見学って何か必要なものある？ね。工場見学ってわかります？見学ってのはまあエクスクルーシアとかですね。見学、この学ってのはね、うちっつったこいつなちにいいです。とこれはもう、ボリセリオズなやつやり、うちえぶなやつやりとかね。例えば、イスタリスキーパーメッティンキーとかね、一生たく、ボボエットジョバスタク、ジチープリグラシャイアトの、なエクスクルーシアかけてザボードイダテダプリグラシャイアト、ね。そうですね、工場見学。何か必要な人に物のうじな、ね。佐藤くん、先生の話聞いてなかったの？って言いそうしょ、たく、年の先生すかぞ。うん、ね。ごめん、すごく眠かったから、いや、ハチヨスパチパチ、すみませんねって。お弁当と飲み物は用意しておいてくれるんだって。ね。パデラトービトザラーニエ。ね。お弁当と飲み物。そしてこれは、持っていかなくてもいいんですよね。そして、ウジェペルベ、モジャザシュクノですね。次。へえ、そうなんだ。お金はいるの？ジニギーヌジネイ？いらない。そして、ウジェフタロイトジモジャザシュクノです。ね。消去法よ、消去法。ね。いるのはペン、ノートとペン。ヌジナ、ノートとペンですね。ウジュテレチですよね。答えはもう、バニア。さあ、後でレポートを書くから、パトン、ね。ナダピサチ、ね。ナピシャン、ノアチョート、ドイツ、のことでサチニーなんでしょうね。サチニーに。ね。わかった。カメラはいいんだっけ？いいんですか？これは、ディラ、ウタチニーにやったく、なんだっけってね。あれ？明日は水曜日だっけ？ね。ドイツ、ヤニウベリン、ヤハチウタチニーズ。ザプラ、それだ？男の先生、ケーっていうね。アカンチャーニーブバイト。
カメロはいいんだっけ？みんなだとカメロウゼチ。それは一つのグループに一つ。ね、で、あのグループイ、アジンファタパラプ、ドシ、タージチェクファタパラプリニスティ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 美術館で案内を聞いています。ね。案内、ギーってね。まあ、ギーって人だらすか、ズバイと一緒。ね。パセリにもよりは、アウジオギーって人もありますよね。さあ、どうだ。女の人は、どの絵を紹介していますか。さあ、ジェンシタンプラカクイトから次のが割れて、プラカクイトから次のだらすか、ズバイと。さあ、行きましょう。これは、彼が子供の頃、ね、ウジェツフェ、子供の頃、ふるさとの景色を描いた絵です。さあ、非常に、もうぜ、ふるさとね。ローズナ・マーワイ、ローズナ・グジェラ・ジウセ、これがふるさとですね。さあ、夏にはよく、この川で泳いだり、釣りをしたりして遊んだそうです。ね。これ、この川って言ってますからね。1番、2番はこれ、海ですね。おっと、これも消去法、雑食のうち申しなんだけど、ね、1番、2番はありません。3番、4番です。アビザーツの囲いたいですね。釣りをしたりしてね、遊んだんですね。さあ、この絵が描かれたのは多分春で、ね、ウィスノイ、遠くの山々にはまだ雪が残っています。さあ、山なりそうな通りか、トレーツィ。山々、わかりました？ゴールですよね。物質ね、湿度パウチャーやつ。まあ、答えは3番になります。3番ですね。はい、じゃあ次。5番、いきます。男の留学生と女の学生が話しています。男の留学生はホストファミリーに何をあげますか？ホームステイってわかります？ホームステイ。ね、深く置いてすみえたくプラジーチ、ね、ニムノオシカ。イリ動画とジブバエット。ホストファミリーってな、たこえ、すみやかとりプリニマエット。ね。さあ、男の留学生。ね。女の子は、まあ、日本人なんですね。原さん、ちょっといいですか？もしなにもの欲しか？なみのたちくん。ね。うん、何？来月帰国なので、ホストファミリーに何かお礼をしたいと思うんです。とし、留学生、授業と深く超えた市民へ、や、住宅の、パタモン、人にむす、パダラクズや、パタモンしたら、や、ウィエド、青春面接。何がいいですか？何がいいでしょうか？そうね、ものじゃなくて手紙でもいいんじゃない？ニャビザさん、ビーシー、メナピシモートジュハラッショー、ね。日本語で一生懸命書いて、イザフセウスユーストラツァピサーツィナイポンスケムイジケ。ね。じゃあ、みんなにそれぞれ手紙を書きます。ガジダモフセミヤナピシュ、ね、フシミエ、ね、ニトリカージンチャーフィクションね。それと、プレゼントも何かあげたいんですが、もう、いや、ハチュープレゼント当時ってパダリですね。そうね、お花とかでもいいんだけど、もう、つべていとじハラッショー。あ、そうだ。リーさんと一緒に撮った写真を入れて、写真立てをあげるのはどう？ね。写真立て、わかります？だから、ラーマチカテク、ね、シトボエテク、フォトグラフィーパスタイルのバラジーツ、ね。お、たこえ文字取り探しよう。あ、それいいですね。そうします。そうですね。の、ナッパーミッチャスタービッツね。さあ、まあ、ホストファミリー何をあげますか？これは2番ですね。あと、絵ですね。手紙を書きます。ね、オンスケさん、手紙を書きます。トイス、ウジエタク、ね、そうですね。まあ、あと、い。ね、これはもう、こういった、イズニファビザスナパパダイエットね、手紙ですね。さあ、でも、いってのこれ、アットクリティカだもんね。バイタモニパトフォーズって、ね。手紙ですから、あですよね。さあ、一生写真立てをあげる。まあ、これは絵ですね。だこの、花がいいって言ったのもう一つ、すべて、あ、シオタキーボーテッタルシェファトグラフィー。ね、バイタモ、あと絵。そして2番になります。はい、じゃあ次。さあ、男の学生と女の学生が話しています。パスタ屋になった声ね。男の学生は何を準備しますか？シュトパドガトビトネストジェント。明日のお花見何か用意するものある？シュトニムスパドガトビスナーダ。ね。イエス、シュトナーダ。ね。ありがとう。じゃあお願いしていいかな。モジナパパラシティ。ね。ちょっと重いけど、お茶とジュースいい？お茶とジュース。もうこれはアですよね。ん？わかった。他には？トシ、トシとアフクルチャーやったトリカ1番、2番ですよね。あでもテレチチュールというのは文字なら雑力の強いじゃね。ザブツヤブと文字なね。お茶とジュースはいい。分かった。他にはいくらめ。あとは紙の皿とコップ。さあ、いい？あ、いいや。ニナだ。あ、何にちょ、にちょ、ニナだ、ニナだ。ね。ああ、これは私が買っておくら。もう、やさま。やさま、クプリュー。ね。パイタモ、お弁当を原さん、原くんが買ってきてくれるって。お弁当を原くんクーピーってパイタモ、トゥシニナだ。ね。分かった。じゃあ僕はあとお菓子を買ってこようか。
ね、ヤスターラスチクプリュ。そうね、じゃあ適当に。適当にっていうのは、まあ、これはみんなでどうまちするようになったけど、プロセテクナウガットパクパイチシトウゴードになった。これザチンです。適当にね。はい、答えは、あと A ですから、2番になります。2番になります。はい、次。皆さん大丈夫ですかね。クトースタワーをもう一度のネタスモートリトゥ。ね、ちょっと動画パ落ちないやつすみませんね。ごめんなさいね。ちょっと長いんですけどね。まあ、イスイシトタクグカボーザーピシモジナースタナアブリバツアタクね。パトムダスマトリストジェモジナ。さあ、行きましょう。ね、3枚グラブないな。投資と、ニプラビタナピースタン、それをイスプラビチ。これがとても大事なんですよね。はい、じゃあ次、7番。駅で女の人と店員、駅員が話しています。ね。ジェンシナスラボットニカムスタンツェラズガバーリバイト。女の人はこの後何をしますか？人、この後、ポースでエータはジェンシナシトズヤワイト。これですね。この後、こういう言葉大事ですね。オーシンバージなのね。すみません。電車の中か駅で財布を落としてしまったみたいなんですが、パフォージェナスタンツイリワゴニエエクリチキ。財布、わかりますね。カシリョク。裏にウパチェレアウ。電車はいつの電車ですか？カグダブの、かこやね、だからエレクトリーチカ。ねえ。はい。うん。さ、30分くらい前にここに着いた電車です。ね。ミゼラトリスミュータンザテープリブウズシュラダ。黒い財布です。チョロニカシュリオクですね。こちらには届いてないですね。シュラニーラスタービリニプリビズリニプリニスリニクトね。終点の緑山駅に聞いてみますね。カニシネスタンツィアの緑山駅とダーパズバニュースプラッシュ。あ、ありましたよ。イエス。ね。本当ですか？よかったです。ね。取りに行きますか？ウィパイセザブラチ。夜でもいいですか？モジナベーション。これから仕事がありますので、チペリュミアラボータブジット。いいですよ。じゃあ伝えておきますね。ヤペルダン。トゥシクダペルダン。ノシトペルダン。次は、まあ、緑山駅ですね。トゥダーパズバニー、シスカザーシュベーションザベリオット。はい。この人は今から仕事に行きますよね。パイジョットナラボートゥープレマガワリって。そうですね。日本では、時々ありますからね。パチレアカシリオク。イバトンのアブシタンブラシャイツミリーツユー、まあ、ウナスパリツィアですけど、ナズバヤキ。イ、タムイエスチ。まあそうですね。ウミニアトジェのシュトタバチレアウナショウセトホヨプトイエスチュミニアトジェンね。はい。じゃあ次、8番です。大学で女の学生と男の学生が話しています。明日どこで集まりますか？グジエサベルツァ。何？さあ、田中君、グループ研究について話したいんだけど、明日の6時頃でもいい？グループ研究って分かります？グループ、FC、メッセテク、カゴデイスデルバニー、プラバジーツね。ブディブルセッツ、イナグダブバーやった、こうやね。ああ、いいよ、どこで？ジェ、ストレッチムシャ。ね。それはこれから決めるところ。チペリアプリシディム。ね、スイチャスタープリシディム。僕の家でもいいよ。ウミヤトマトシモジナ。みんなが良ければ。イセフセフスライバーやつね。イセハラショフセム。ね。ありがたいけど、スパシーバの、ありがたいってのは、ありがとうの、チューストはですね。こういうプリダガーツね。ね。いや、ブラガダルナ、場所を移るのがちょっと大変。ね。移る、ペルミシャッツ。ね。ドルゴイメスタ1、ちょっと大変。107教室、ね。107教室、107。委託も1タイムね。教室とかは、ね。その時間はもう閉まってると思うよ。ベタブリミオジェザグリタブのダシエスチベチロタク。ね。最近厳しいからパセリブリミオストローが。まあ、ブワイちょっと、ね。ウジェポーズナベーションもいじいちたもう一番。じゃあ、図書館か食堂だね。かこういったイズニフォートウジェモシナタクね。トレッツイリチュルティーでしょ、ビザチーナ。ね。そうですね。そのどちらかだね。でも図書館は静かに行けない、しないといけないからな。ねえ、ビブレス行けならチーハ。バイタも、あ、じゃあ図書館はやめよう。ね、ニボジム図書館。という答えは食堂ですね、アスタヨッツァ。ね。スタボバイブバイアタタクス、ジェンテータクシー、ジャートラズガバールウェット。まあ、おばすとしもバイアタと思うね。はい。じゃあ次、問題に行きます。問題に行きます。プリメールから行きましょうかね。さあ、これは、なんだ？スナチュアラブシオダカンツアラ、数字パトンバプロスポジティブブラチアバリアントね。言います。男の学生と女の学生が話しています。女の学生はどうしてアルバイトを辞めましたか？パチモアナオシュワイのブロスヤテクスワイペのパトラボートク。アルバイト辞めたんだって？いや、数社をしとってくってね、でーって言い方しますね。オーチンラツガボロニバリアントです。お金は結構良かったんでしょ？お金に見つぶずですザルパートですね。ノーンダサチュハラショーブがプラウド。良かったよ。ハラショーブは、おかげで留学するためのお金もできたし、おかげで。で、ボダガダレア、エタモー。ね。バイビー、スウシエタク、ジーニギデレア、留学、ザカラニツェウチッツァね。じゃあなんで？ジョプトクドポチモタクティブローシファ。ね。
最近勉強の方が大変になってきちゃって、パセリムリオ、ウチョウバチジリエ、ね、そのうち、そうなんだ。はい、答えは3番ですね。勉強が忙しくなったからですね。不思議なのにダメですよね。仕事が大変で、アルバイト代が安いので、肉汁に言えば終わったね。うん。仕事が大変当時、いや、ナバロって、勉強が大変なんですよね。はい。さあ、1番から行きましょう。駅で女の人と係の人が話しています。女の人は何時何分の新幹線に乗ると言っていますか？ね。ジェンシナガワリトゥノン、タコイ、ね、新幹線、セアジト。ね、バスコリカートプラブレアイツ。すみません。東京から京都まで大人2人、なるべく早いのでお願いします。なるべくパワーズモージナスチー。とにかく申し上げないにしてパジャーをした。私もそう言いますよ。例えば、東京駅でね。の、や、リビルザラニパクパチビリエットな新幹線。の、や、ニース東京、おっしゃるね。イズ、の、プレフクトル、山形。トゥダな新幹線でダブラッツ。ね。そうすると、もう、ボバイトフトジニアハチュタモイパイエハチ。プリショー、申し上げないの、ランニー、サムエランニーってかバリアンってかっこいい。ね。さあ、お二人ですね。ああ、9時30分発はもう満席ですね。満席。わかりますね。ポーネウジェ。満席とは席がありませんってことです。ね。席がありません。ね。さあ、ビデオとかないんですね。もうね。次の50分発、9時50分発の京都行きなら空いていますが、ただ席は離れますけど、イメチブでわかりますが、離れる。あ、ジリアッツ、ウダリアッツ、タクダリシュ、スノービッツはこれがそうですね。つまり、オトイスチ、メスターのドバーブミエステニワズモジャテクアジーナポーチャーツ離れてるんですね。まあドバチアベクミエステカイパイアステウダウシュミエステシチカニエシタのドバヤティナグダ。ね。あ、そうなんですか。パニャーな。できればイエステイバズモジナ一緒がいいんですが、ミエステアツヤワセブリタクミエステね。今混んでますからね。スイチャスモノワナロード。次の10時10分発も同じです。うん、そうだね。ジスどうしてたかアジナーカバ。10時30分発の広島駅なら、広島行きなら、ご一緒でお取りできますが、This is triste だ、見えせ申しな。ね。広島駅、わかりますね。今中西が広島ですっていう意味ですね。ね、ご一緒にお取りできますが、申しな、クピーチ、ザバラニーダバチの二都市ザバラニーダバチ、クピーチ申しな。10時30分、それじゃ遅すぎるから、ね、ポーズなすいうしかも、最初の京都行きでお願いします。バズブラッシャーやつはなさってね。これちょっと難しいですよね。最初の京都駅、ペルベストラル京都。ええー。まあ、これは9時50分ですね。だって9時30分はもう満席です。ニワズモジナパクパチビリエット。これ難しいな。2番ですね。2番ですね。はい。いや、でも難しいけど、面白いけど難しいですね。これはね。はい、じゃあ次、2番です。女の人と男の人が話しています。わかりますよね。女の人はどうして引っ越ししますか？パチモータクビリーズってね。うん。さあ。ねえ、山田くん。来月引っ越すんだけど手伝ってくれない？ねえ、スーシュメシツイヤピリイエドバドンティモシパモチ。いいよ。でもどうして引っ越すの？パチモピリーズ。なんか問題があるの？プラブレマイユース。そんなことないよ。ニャニャタコバニャって。ね。ちょっと古いけど綺麗だし。どうしたらいいの？クラスイウェイチーステイとか。じゃあ留学するとこはもちろんザクロニツーパイエシューチーツ。うんうん、もう少し広いところがいいなと思って。なんぼれプラストロネメスタルーシェクラチラルーシェ。駅からは遠くなるけどね。ダリシアットスタンツイポーチェツの。そうか。まあ荷物は増えていくからね。ボーリシストノビッツジテクビーシーね。うん。はい、答えは3番ですね。部屋が狭いからって言ってますね。カングレのヤチューボーレバリシュークラチル。ね。あえてもこれは3番が答えです。セアスタレンは全然違いますね。駅から遠いから、おっと、パダリシアットスタンツイヨハチュ変ですね。はい。次。3番。ね。女の学生と先輩の男の子、先輩わかりますよね。先輩後輩、バン、皆さんもアニメしに来よ、不正すなよ、とか言ったそうね。ね。話しています。2人はいつ会いますかが、うだに失礼ちゃった。ね。原さん。ちょっと授業のレポートのことで相談があるんですが、やはちゅうぱがわりすまみ、プラクトサボヨラボートゥ、ね。うん、いいよ、今、スイチャス。いえ、今日はまだちょっと一緒にえつ。とし、これはまだもうちょっとうちらな、にがとう、わたくざたわしばプロスイ、ね。はい。明日は僕がちょっと忙しいんだ。ザフトラヤさんのやザニャツ。あさってでもいいかな。ポーセザフトラモジダン。そのレポートはいつまでの、どかこうしさたくんね。豆となったズダバチ。
来週の月曜日です。だからその日で大丈夫です。の、だからなる前にな、ね、と、G になる前になると、G に意味するとこれはあさって、ポセザフトラックね。よかった。じゃあそうしよう。答えはあさって。3番ですよ。これはまあ簡単だね。うん。新幹線ちょっと難しかったですけどね。これはちょっと簡単だと思います。はい。うん。はい、じゃあ次。うん。ちょっと待って。ニパタリアクミニアポーシャエツァ。4番かな。4番。はい。イベントで係の人が話しています。あは、今日の天気はどうだと言っていますか。そこにかかやっぱゴーダブジェットが悪いって、ね。さあ、皆さん、こんにちは。まあ、これはだから、クトアツベスピネペルダフセミラスカーズバイト。皆さん、こんにちは。今年の港祭りも今年が今日が3日目。いよいよ最終日です。おっと、カニエツタ、パステニジンです。ですね、パステニジン。さあ、うん。今日は朝から曇っていますが、ね、曇るってのはこれはパースプのパゴーダのグアゴーですね。曇っていますが、雨は降らないそうです。どうしにパイジョと。おお、よかったね。まあ、お祭りの時にね、どうしにパイジョってよくないですよね。さあ、まあ、昨日、一昨日とよく晴れてすごく暑かったですからね、ちょっとほっとしますよね。あの、フチラーパザフチラー、ロシアパゴーダバ、ソニシアパゴーダバ、オーチンジャルカバーダバ、ほっとしますって。ウスパコイツアブリシチーニ、ね、これがホッとするんですね。シボニアニタキジャークとか言ってもハラッショーってこいつなチーニですね。でも明日の朝になるとまた晴れて昨日と同じような一日になるようです。おとのザーフトラウートラムソニシャンパーオーダーブーズット、ね、そうですね。イーカクフチラータク、ね、ジャークブーズット。まだまだ暑い日が続きますが暑さに負けないよう頑張りましょう。の一生タクプラドージュジャルキニーのニズタバッツァ、ね、ペルドジャルイね、うん、頑張りましょう、ね。さあ、皆さん、この質問、ね。今日の天気はどう？これなんだよね。おうちに今日の天気、シボニア、カカヤパゴーダブズ。これは4番ですね。一日中曇りですね。雨は降りません。一日中曇りです、ね。はい。まあ、これもよく聞かないとダメですよね。ナダブニマーツイナスウォーシャツイナチェ、ちょっとはシバツァンモーシナ。はい、次。5番。店の人と男の人が話しています。店の人は最近のプリンターがどうなったと言っていますか。パスティニブリメプリンテルカキムスタノイツネガガクラボーテルパスティニブリンテルテンタコエスナチェニーです。はい。じゃあ行きましょうか。ね。いらっしゃいませ。プリンターをお探しですか。ウィシチプリンテル。ね。はい。今使っているのが壊れたので新しいのを買おうかと思って。ね、ウジスのトシトイスポルジョーク、サマオセア、ノブイハチ、ネックピーチ。ね。では、こちらはいかがでしょうか。オッパカーズが考えた、オッテエテカークバン。ね。主に家庭用ですが、アスナムノンデアのダマシニオポリ様に印刷のスピードが速いんです。ね、ブイスタピチャーって。デザインもおしゃれなので人気ですよ。デザイン、トシモードナトシアサマーパラット。プラスティーバタック、ウィギリスね、モードナウィギリス、パイトムパプリアルね。そんなに大きくないんですね。まあ、ブワージュマーリンキーね、プリンテル。以前はプリンターといえば、何してね、プリンターといえば大きいものでしたが、ここ数年かでかなり小さくなりましたよ。ね。ノンザニスキヒュリエット、ノンザニスキヒュリエット、ダボーリナときミーシュスター、かなりズナチーチな、ダボーリナってこいつのチーニですね。はい。いいですね。値段も高くないし、似たくどうらが、ね。さあ、最近のプリンターがどうなった？ね、プラダベツ人が悪いと。それも小さくなったって言ってるんですね。かなり小さくなりましたよ。答えは1番ですね。だから、このデザインが可愛いっていうのは、これはプラカンクレッテンマデリが悪いと。ね、ニトシトフセプリンテレパセニブリメアタクスタノイズタククラシウエシンパチシネム、ね、ミーリンキータク、ね、ニモシトウィスタコは、値段が安くなった。だから、これはプラカンクレッテンプリンテル高くないって言ってるんですね。バイトもちょっとニパト、フォー、ジット。ね、はい、答えは1番です。次、6番。先生と女の学生が話しています。女の学生は誰と行きますか？スケンパイジョと、なお、このバカ、バプロスイッシュ、ちょっとニパニアのシパロだとく。あ、超バプシューブズ、スケンパイジョと、ね。はい。今日もアルバイトですか？すごいね。当時パトラボーとか。いえ、今日はこれからお祭りに行きます。ね。先生とこういうバプロスで、ノーンって、ボシュオニアとパトラボーですね。友達と、ね、友達でね、お祭りに行きます。お祭り？プラズニックですよね。うん、はい。うちの近くで毎年この時期にあるんです。時期、これ覚えてください。ペリオットですね。覚えてて、ペリオット、ね、ガジリゴット、ね、プラボーディッツさんね。はい。いいですね。ハラッショー。はい。今年は久しぶりに親と行くことになって、おと、
久しぶりにダブのチボタニエボだった。これスクチャやつ。これが久しぶりなんですね。久しぶりに親と行きます。どうせダブのニハチウスカジチミスボニャパイドゥって言ってるんですね。うん。まあ答えはだからもう一番ですよ。親と行きます。ね。親。久しぶり、親ってのはラジチでママイリパパニュータチニアやつ。ね。イリラジチでオーバー。ね。これはちょっとわかりません。ここではね。さ。いつもは友達と行くんですが、アブイチナ。アブイチナスドルズヤミ、留学して今日本にいないので、ドゥシフセイナ、ね、ウィエハリザグラニーツウチャツタンパイタモン、日本にいません。そうですか。でも、ご両親はきっと楽しみにしていますよ。楽しみにするってわかりますよね。スーニツルペイニムジ時代。これをね、楽しみにしてますよ。まあ、親ですね。先生と行きませんよ。ね。親とです。さあ、答えは1番になります。はい、次。7番。いきますよ。はい。ね、順番ぐちゃぐちゃだ。はい。女の人と男の人が話しています。男の人は何を教えていますか？虫なしとプレパだよ。ってですね。さあ、青木先生は海外のことに詳しいんですね。詳しいっていうのはパドローブの言ってみるんですけど、ないないに詳しいっていう、ちょんたらずびらって言ったら、たらしょずなやってた、こいつたちなんですね。さあ、会社に勤めていた頃はほとんど海外生活だったんです。ね。お疲れでやらボートフカンパーニー。のパチチフセグダータクザクラに費やしよう、ね。いろんな国を回りましたよ。ね、回るってのは、アブイーハツテクニーラズネクストラーラフヤボヨーってこいつたちにですね。そうだったんですか。私はずっと中国語の先生をされていると思っていました。いや、ドゥマラシュトウィパスセグダーウィプリパダワリ、キタイスキーゼク。ああ。そうですね。だから何を教えていますか？だから答えは中国語ですよね。2番ですよね。ドゥルゴバニエットね。教えていますから、これワプロースが大ね、並ぶに待つにはするし、ワプロースね。さあ、じゃあ中国語以外もおできになるんですね。おできになる、できる、うみえつ。ね。わかります？これも敬語ですね。お、ね、になる。ね。尊敬語ですよね。はい。いえいえ、まあ、英語は必要ですからね。アングリスキーゼクノージェン。ね。あとはスペイン語とイタリア語なら簡単な会話はできます。んいや、まあ、軍にものしけたんですけど、ありまち。スペイン語、イタリア語、すごいですね。私なんか、英語も全然ダメなのに、ねえ。何々、ね、なんかってのはちょっとね、プリニブリジュニアがね、フューチャーで、これニュアンスパイアブルやつ。イセプラシビアが悪いって、いや、私なんかダメなんですよって言ったら、スクロムにしちゃって、プリニジャーシビアってこういうハラクスポーチャーやつ。いや、高山シェン、ニューミューダジュ、アングリスキーが悪いってね、私もです。私なんかもう英語も喋れないんでね。はい、答えは2番です。ただ質問がね、何を教えていますかだろう。ね、オンズナイト、アングリスキーズナイト、スペイン語、イタリア語にも、ノシカ、モジティカ、バリスのプレパだよって、イメナ、期待スキーパイ。多分2番です。はい。次、行きましょう。問題3。まあ、ここからね、ちょっと行きますよ。久しぶりに先生に会いました。ダブノーニ、ウィズイス、中根スタテク、ウィズイ先生、何と言いますか？答えは3番ですね。お久しぶりです。ダブノーニ、ウィズイス。ねえ。1番のこれ、ようこそ、ダブロパシャオチ。深込む感じです。2番やな。失礼いたしました。プラシュープラシューに。の人たなとわりはあなたく、失礼しました。失礼いたしました。ね、変ですね。はい。3番です、答えはね。まあ、これプリミエルですけどね。はい。じゃ次、ガラチンキ。はい。娘の部屋が汚いです。なあ、ベスパレアダク。私の部屋もベスパレアダクですけどね。汚いんですけどね。何と言いますか？シュトウスケザシ。3番ですね。片付けなさい。ね。なさいっていうのはこれはね、プリカースみたいな、ちょっとジョース聞いた声で、ニトシプローズバテクのブリジックプリカーズ、ニサステンプリカース、ね、片付けなさい。これは、まあ、これ、プラプリカスネフォルムや八王子八ビーズよ、ね、ですね、片付ける、これ、片付けろ、ですね、プリカスネフォルムね、でもこれはね、男の人しか使えないんですよ。男の人だけ、女の人片付けろっていうのはあんまり言わない。おうちにジョースか、ズボシ。で、あ、だけど、ジェンシに一回かわれて片付けなさい。これがね。さて、得た虫な当時、もうちょっと、がわりつく。ね。さあ、不正は、あしたにダメですね。片付けていいから。んー、で、もし、うびらつ。変ですね。片付けてもらって、パプラスイカボーニムスウプラつ。変です。さあ。ねえ、はい、じゃあ、次。上司に話を、上司ってのはブシェスタやシートしてナチュラリンク。ぜひ、イメージはナチュラリンクですね。トリケパラボーツェ、パラボーツェ。だからブシェスタやシーちょっと良くないな。ブシェスタやシーって言うと、ニトリカテクパラボーツェ一緒だけど、ボーザーするとしらずにして、だからちょっと、いや、ニプラビナブリラズ、すみません。上司ってのは今ならボーツェ、ナチュラリンクですね。話をしたいです。何と言いますか？今お時間ありますか？1番ですね。うわ、すいすぶれいメッセージです。
まあ、これはもう一説明の一番が一番いいですね。次。すみません。お聞きください。イズビニチパスドシュチパシャスパロスキとした国が悪いやつね。ちょっと相談しましょう。ニモシカバカバリン。変ですね。ね、ナダスナチュラスプラセチュバスイエスブレイミア。これが正しいです。ね。プラビニバリアント答えは1番です。次。先生が忙しそうです。手伝いたいです。何と言いますか。いや、ね、ホチュパモシ、ね、ハチュパモシとスカザですね。2番ですね。お手伝いしましょうか。ね、ましょうかってのはプレドアガチ。ポーマシ。ね。パンパモチ。ね。こいつのシーンですね。お手伝いしてくれませんか。ブニマグルビパモチムニ。のカモパモチなど、ブゼス、ね、先生だからね。お手伝いしてあげましょうか。手あげるっていうのはね、デラバースゼロ、結局、アダオシーにゼロって。皆さん、手あげる。これは、パッナシーにクブシスタヤシも普通は使いません。ダメですからね。ね。すごいね。先生に、お手伝いしてあげましょうか。ニズナラムニスタラシナブウイスってこスケザリブ。ダメです。2番ですね。はい。次。4番。同僚。これ覚えてくださいね。イスニズナチ。カリエガですね。カリエガ。コピーを頼みたいです。チューパプラスイチセラクスゼロですね。なんと言いますか。3番ですね。ごめん。これをコピーしてくれない？同僚ですから、カリエガですけどね。ね。うん？1番ダメですね。ちょっとこれをコピーしてあげる？いやいや、ゼロもたくコピードラドルゴワチアベイか。コンテキストがわかんないね。あ、これをコピーしてもらおうか。ダサシャンブサカメルナパオチアツ、スベルフダン、イヤブイニスカゾ、コピーしてもらおうか。もうチンストラーなんか二つ打ち。やっぱ同僚ですからね。並ぶに、パイタもしてくれない？ってもしやったゼロですね。3番がいいですね。さあ次。4番、レストランのアルバイトで注文を間違えてしまいました。ね。ペレプータオタクザカースね。ショタのニトプリニオスね。お客さんに何と言いますか？申し訳ありません。これ1番ですね。ごめんなさいって意味ですね。すみませんって意味ですね。すみません。ね。2番、ごめんください。これダメですね。ごめんくださいって言ったら、すみませんじゃないからね、これ。ごめんくださいってのはこれはね、カムニムツプリホジダモイ、イズバチシャブ。ごめんください。すみませんって、パスバチシャブやかかぼうにぶつね。カカムタプリホジシーディマガジンプリホジシね。お邪魔しました。ね。邪魔するとミシャーってなの、ヤバンパミシャーって、これはね、ウストチアフラーゼカグダウホージット。ん？チアベック。あ、すいません。お邪魔しました。ありがとうございました。ね。ん？クカモニブ、ノーカモニブガスチャーフボイイカグダウホージット。お邪魔しました。って言われて。まあ、ニアビセネブガスプロスザイチーパトモウィッチ。ね、その時にカグダウホージって言われて。はい。じゃあ、問題4。ダカンツァ大丈夫。ね、ダカンツァ大丈夫。さあ、ディスカッチンキニアと全然ありませんね。さあ、いきますよ。文を聞いて、まあ、プラビニアトゥエットブラスね。M サイズしかありませんが、よろしいですか？ M、ミディウムですね。S、L、M ですよね。あ、で、S、M、L でございます。あ、それまで今日疲れてるんだな。多分、もうちょっと打ちだ。S、スモール、ミディウムね。M、L、ラージですね。ラージですね。はい。M サイズしかありません。といった M、Yes、よろしいですか？ハラションって。結構です。ハラション。ん？ 2 番ですね。どうぞ。場所は押した。パロスキー国とかのマジで、どうぞってのは、わかります？パジャオサ、ペレゴス、カモニブチ、ショタ、パダリーチ、イリトゥ、ベリーチ、パジャオサ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、ベリーチ、パジャオサ。ダナモソチは変ですね。バンプレドアガイ、そっちもどうぞ、かわりですね。次、かしこまりました。スブーシュース。ブチズ、ズゼロな。これは、アフィチアントイとかよく言いますよね。かしこまりましたね。アプラダフツイガワレット。はい、次、1番。日本へ来たのはいつですか？かけたぶいぷりはりぶいぽうに。今年の1月です。ね。これは正しいですね。1番ダメです。去年の12月からです。からって逃げ場でしょ。だから、いつから日本にいますか？ってことはパニャーってな。ぜひ、いつですか？ 1 月です。おっと。かく、ワプロス、たこやってべってなんですよ。ね。じゃあ、1ヶ月半ですね。お、たぐだ、パトラミ、メス、の、もして、ニパニャーってな。で、次、2番。どうしてもっと早く連絡しなかったの？これちょっと、ウプリョク、シュースとやつ、ウプリョクね。ポチモティランシニーサプシュー。ん？すいませんでした。1番ですね。ね。そうですね。どうしてね、なかったんですかっていうと、ちょっと、ウプリョクの意味がね、入りますね。チュースとやつった声ね。お構いなく、みんな、にべスパコイチスパジャオスタタク、にナだったけザボーチサバムニエとか、そういう時使うんですね。例えば、お構いなくとりあえず、これ、みんなの日本語にないよね。
お構いなくても、例えば、ウィプリシリクカムタブゴースチ、イーハザインナチナートノザボーチタタグ、プリノースチ、ウセグイエドゥーモノ、ああ、お構いなく、お構いなく、ニナダ、ニベスパコイチスパジョ、シオナルマーリナタグ、ニナダ、ウガスチャ、ウガシャチミヤ、タグが終わりだって。はい。そうですね。さあ、失礼します。プラシュープラシューに。変ですね。プラシューブラシューに、失礼しますよ。普通は本当にかぐた、ザホーチ、くだにむち、カモンにむち、イリックかぐた、ウホーチ、失礼します。ね、いや、ウィドゥ、スワシアパスワレイに入れた、こいつのチーンですけどね。はい。さあ、次。3番。来週までにこの本を読んでおくように。どうするし、にじいでパチタイツパシャオスタンね。はい、わかりました。3番ですね。もうこれはもうパニャッとし。ええ、結構です。だ、ハラッショ。うと、おちんすからんな。結構ですってのはね、チャッシュフセボーの各ビジブイアテカースなんですよね。バイタも結構ですって、ちょっと油断なもん、そして、ワフシニパトフォージって。ね。さあ次、A 構いませんよ。ノーブニミシアイっていうならもありな。ニパトフォージって。パチタイツパジャスト、フラッシュオイヤゼオ、わかりました。いや、ポーニョ。ね。これが一番いいですね。次、4番。卒業して国に帰ったら何をするんですか？ね。ポステアカンチャニア、ウニバルシエタ、ね。イリウチコーイ。人々になろうにね。日本語の先生になるつもりです。つもりです。なめりにですね。なボードシエタクね。はい。他はダメですね。日本語教師をしたことがあります。ミアオープティです。スムースターゲットですね。ニパニアった。教えるところです。シチュスヤサビラ、プレハマスシチュスヤサビラ、シウチーチ。イメナモチェレス、ドゥエトリミノトゥパオチェレス。パイトもこれはダメです。さあ、オジェブリジュカンツーね。行きましょう。5番。ね。ちょっと手伝ってほしいんですが、ヌイハチェブエシトブエブエポノオカタパマガーリ。ね。手伝ってください。手伝ってほしいって、いやはってほしいって、いやはちゅうしとびくとったゼロだって。ん、答え、はい、何ですか？だん、しとん、チェンパモチってこいつのチェーンですね。いいえ、大丈夫ですよ。にゃにゃ、普通だろ、周りの。はい、お願いしたいです。いやはちゅうパプロシチ、くとプロシチにパニャーってほしい。ね、次、6番。この部屋、ちょっと暑いですね。にむのしかじゃあるけどく。あ、窓を開けましょうか？あ、クイサクのペロウェイですね。一番が正しいです。ええ、暑そうですね。だ、ブイグリズとじゃあるけど。スカラのゼシジャルカバートダーダーブイグリスジャルカ変ですね。そうですね。そんなに安くないです。ゼシジャルカプラブダダー二択ジャルカアップスルーとかこういったね。はい、答えは1番です。7番です。いきます。飲み物は後でお願いします。ナピテクパトンパジャオさん。これあれ、あれですよ。ウレストラーニナプリメル。スラズプリニスティウワスプラシュウェットね。スラズプリニスティリポステイエディ。ね、あとでお願いします。ね。パトンパジャオスト。ね。あとで、かしこまりました。これは、かぐだザカスプリマーとアフィシアントとかね、プラドベーツかしこまりました。ね。スーシャウス。ブチッとゼロになって、こいつらしいですね。はい、答えは1番です。どうもありがとうございます。変ですね。結構です。みんなだ。ネツパシバ。2パトフォーズ。次。待ち合わせ、どこにしようか。ゼムイフストレイツムシア。ね。タコイズナチェニエです。待ち合わせって言ったら、タカイフストレイツはズラニエだが、ワリーツはフストレイツって、これが待ち合わせと言います。スシスビッツィだよね。どこでもいいよ。2番ですね。グチェウゴンだ。ね。1番、うん、30分前に会おうか。のグチェスプラッシュ、ブレイメンじゃないね。受付の前だね。わかった。ハラショーやポーニョ。ダーベルトゥ、プリオムね。肉と苦がわりってやったわ。ね。答えは2番になります。さあ、皆さん、ね、今で1時間42分かかっちゃいましたね。すいませんね。ちょっと長くなりましたね。まあ、難しかったですかね。EST はプロセスね。モーシナカメンタリー、ピサツ、モーシナパイトンのイヤパトンバスマトリュー。ね。EST ヤスマグワトゥイチ、タグレイアトゥイチュのプリンツペ、アトゥイチャユナのワプロセス、スタラユシアトゥイチャツのブワイト、本当に各アトゥイチャツにパニアってワプロセス時々ありますけどね。でもまあ、おばすうじえ、ね、うらべにぱちち、えんぬに、よん、パイトモ、ウィズダバリジェ、プラウダ、パイトモ、の、わずもじな、むのがばプロセフ、わすばすにかえ、トゥフガラベ、ね、たうだ、ね、ザダバイチムニア、パジャワスタ、エチーバプロセフ、ね。ふぅ、ちょっと疲れましたね。でも、どうでしたか、皆さん、学校へレズイタートボールワス、ね。うん、まあな、自由し、ハローシーレズイタート、でもね、皆さん、ブグルペエンピアツィオチンムノガルジスプラッシュバリ、タクラシーティバツィ、タクシタツィ、イヤズダウイニエット。まあ、ウミニャドルガイパジツィアナのヤウジェナピサウビシエゼフカンタクツィ、サマイグラムネブダナモスチェダグジェアシップキイエスユズナツィ、イパトムイスプラビツィ、オッニナダラスタイバツァ、アシップキイエスニチョスラッシュ、ウセフイエスアシップキ、サマイグラムネポースデエータバシトウズワツ、タクイスポリザバツィ、スワイアシップキ、ナダイスポリザバツィスワイアシップキ、イ、そうですね。人々、
Das Vivat sa Dalshe, ね、Yest Ashibki, ね、あ、Yest Ashibki に Spravit, ってことは、No, Sibia Polchit, いいですよ、ね、Вот, для этого, ね、この、テスラバニというのは、これは、プラベルカです、ね、しとぶい、ポムニチェ、しとぶいに、ポムニチェ、ね、はぁ、あ、コメントありがとうございますね。はい、じゃあ、終わります、ね。じゃあ、またね、いやどうもよしと、の、一緒だった声、申し出をストロイチ、ね、た声、パドブネ、メラピアツ、パドブネ、ショー、ビジムさん、じゃあ、皆さんまた、じゃあ、さよなら、さよなら、さよなら。